ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。Lamia, in ancient Greek mythology, was a woman who became a child-eating monster after children were destroyed by Hera, who learned of her husband Zeus' tryst with her. Hera also afflicted Lamia with sleeplessness, so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability toremove her own eyes. 魔女中の魔女、それがラミアです。ゼウスのラミアとの愛引きを知ったゼウスの妻ヘラはラミアの子供たちを殺します。でその後自らは子供を食べる魔女になりました。でヘラはラミアを不眠にし、ラミアはそれに苦しみますが、ゼウスはラミアに自分の目を
取り除く能力を与えました。ピカソは代表作ゲルニカの中にラミア、つまりマリアを描いていました。広志林、浜松セリージャパン。1500年後のイエス・キリストはレオナルド・ダ・ヴィンチという操り人形芸術家を通して一枚の絵を発表しました。それが岩窟の聖母子ルーブル版です。ラミア or Lamia in English in ancient Greek mythology was a womanWho became a child-eating monster after children were destroyed by Hera, who learned of her husband Zeus' tryst with her. Hera also afflicted Lamia with sleeplessness, so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability to remove her own eyes. Lamia was also used as aBogey word to frighten and discipline children. 子供を食べる魔女、それがラミアです。古代ギリシャ神話によれば、ゼウスとの密会を知ったヘラは、ラミアの子供を殺します。それがラミアをして魔女にした理由と言われています。上半身は女性、下半身は大蛇の魔女です。ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母の中の聖母はそのラミアでした。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広志林、浜松セリージャパン。今ご覧いただいている画像に注意してください。中央に描かれているのが聖母マリアです。そのマリアの胸の模様、様子、風合いと後ろの岩が一致している点に注意してください。つまりこのような形で1500年後のイエスは操り人形レオナルド・ダ・ヴィンチを使ってこのような絵を発表しました。つまりここに描かれている聖母、すなわちマドンナは魔女、子供を食べる魔女であることを表現しました。このような形をしているというわけですね。上半身が人間の女性、下半身は大蛇です。なぜ1500年後のイエスがダ・ヴィンチなる画家を通してこのような絵を描いたかについては別のところで説明しましたが、ともかくも今皆さんがご覧いただいているのは事実です。そこにある事実です。つまりこの事実をあとはどのように解釈するかですけども、このマドンナの向かって左側にいる子供はその餌の子供ということになります。イエスなんかではありません。餌の子供です。むしろ右側に座っている子供の方がイエスということになります。それについても別のところで証明しましたので、またそちらをご覧になってください。ともかくも岩窟の聖母の絵の中に描かれているマドンナはラミアであるということです。現代アートの世界でも左右のようなラミアが表現されています。子供を食べる魔女、魔女中の魔女ということになります。繰り返しますが、この中央の聖母の向かって左側、聖母の右側にいる子供は、これはイエスではありません。餌の子供です。その証拠にマドンナの指先がこの子供の皮膚の下に潜り込んでいます。それについても別のところで証明しましたので、どうかそちらをご覧になってください。中央の聖母はラミアでした。
Hiroshi Hayashi will present a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very horrible painting painted by Leonardo in the Middle Ages about 500 years ago. In the painting, Madonna and Child Jesus with the infant John the Baptist and an angel are painted in a rocky setting which gives the paintings their unusual name. A Virgin of the Rocks. Yes, it is. It is very much unusual. 皆さん、こんにちは。今日は岩窟の聖母の絵の謎について話します。この絵は大変恐ろしい絵です。そのことをこのビデオの中で説明し、証拠を添えて証明します。私たちは作り上げられた虚構の中で、この絵を素晴らしい絵と思い込んでいるだけということになります。この絵も恐ろしいですが、本当に恐ろしいのは私たちが持っている常識ということになります。あるいは私たち自身かもしれません。今、マドンナの右手の人差し指がイエスの神秘ですね、皮膚の下に潜り込んでいます。ここに注意してください。これは衣服ではありませんね。神秘です。皮です。その中にマドンナの指が入り込んでいます。注意深くご覧ください。で、イエスの体を見ますと、あちこちで皮膚が剥がれているのがわかります。お腹から背中にかけてですね、皮膚が剥がれています。いわゆる脱皮しているわけですね。で、ダヴィンチはこうした脱皮しているイエスを、まあ表現したということになります。衣服でないことは境目を見ればわかります。足の皮膚も脱皮しています。足の皮がめくれていることがわかりますか？これは衣服ではありませんね。衣服だったら足の先まで着ることはありません。これは、まあ、こうした、まあ、動物がいるわけですね。まあ、皮を剥ぐと言いますかね、神秘を剥ぎながら成長していくってわけですね。で、同じようなことをダヴィンチがイエスの皮膚の上で表現しています。これは別の、まあ、トカゲってことなんでしょうかね。やっぱり脱皮していますね。そして、皮がめくれています。注意深くご覧ください。すなわち、イエスの体は脱皮している。すなわち、イエスは人間ではない。すなわち、イエスは、レプタリアンであるということをダヴィンチはこうして証明しました。そして、続くこの指も怪しいです。注意深くご覧ください。この人差し指の付け根のところに人間にはない皮があります。この皮に注意してください。この皮もやはり脱皮しているように見えます。注意深くご覧ください。なあち、この、まあ、エンジェルって言われている、まあ、これ女性じゃなくて男性なんですけどもね、別のところで証明しましたが、これは男性ですけど、まあ、顔に騙されちゃダメですよ。まあ、要するにこれも、この、まあ、なんて言ったら、人もですね、皮膚がめくれて脱皮しています。まあ、このように、ダヴィンチは、まあ、皮膚のめくれた、まあ、人物をこうして描いて、まあ、これらは人間ではないということを示したわけです。まあ、これが神秘ということになるわけですね。皆さん自身で判断してください。ペロッと皮がめくれています。で、さらに検証を続けてみます。この、まあ、エンジェルの足を、まあ、その前にちょっとこの皮膚をですね、見ていただきたいんですけども、こういう隠し絵という手法でですね、あたかも衣服のように見えるようにして、まあ、カムフラージュして、実はダヴィンチは、まあ、こうした人たちが、まあ、いわゆるその脱皮する人たちであったことを示しています。で、今度は、この足のところを見ていただきたいです。ここは少し注意が必要です。一見すると4本指が確認できます。しかし一番向かって右の指は色が白いですね。チューブからご覧ください。これはですね、隠し絵手法と言いまして、周りの葉っぱの色なんですね。なあち、こういうふうに、まあ、一見しただけでは4本、あるいは5本に見えるようにしてですね、実はこのエンジェルは3本指であることを示しています。まあ、つまり人間ではないということですね。この白い部分と白い部分を比較してみてください。すなわち、白い部分は葉っぱであるということですね。で、これを、この人は3本指の、まあ、エイリアンとか、まあ、エイリアンになりますけどもね。これが毛皮に見えますね。足の指。後でもう一度出てきますけども、足の付け根のところに毛が生えているように見えます。3本指の毛の生えた、まあ、エンジェルということになるわけですね。白い部分は繰り返しになりますけども、葉っぱです。私もここに騙されましたね、はじめね。で、この人は3本指の足を持っている。しかも、右の方はどうも、毛が生えてるみたいですね。
で、いよいよマドンナの謎ですけども、このマドンナの胸と、そして後ろの背景の岩を比較してみてください。注意深く見てください。今日のポイントということになります。で、このダヴィンチはですね、このマドンナの、まあ、胸のところと、そして後ろの岩を同じ色で、同じ質感で描きました。まあ、色温度っていうんですかね。同じように、全く同じように描いています。すなわち、このマドンナの体と後ろの岩は連続していることを、こうしてダヴィンチは示したわけであります。すなわち、体はぐにゃーっと回って、後ろに続いているんだぞ、と。まあ、そういうことをダヴィンチは、まあ、この絵の中で表現したわけですね。で、もう一つ、ここ重要ですから、今日のポイントですから、もう一つ確認しておきます。ここにマドンナがいますけども、このマドンナの体とですね、後ろの岩を比べてみてください。まあ、途中で曲がっているというよりも、私は下の方までぐーっと曲がって、そして後ろに続いていると見ます。まあ、その方が自然ですからね。そして、後ろの岩とマドンナの体、胸の、色、風合い、すなわち色温度は同じだということです。描き方も同じですよ。すなわち、マドンナの下半身は蛇、もしくは竜であることを、こうしてダヴィンチは示したわけであります。皆さん自身でしっかりとご確認ください。もう一度念を押しておきます。まあ、これが原画ですね。それで少し色を明るくしています。部分的には細工していません。全体に明るくしたということです。さらに、コントラストを上げてみますと、このように胸のところと後ろの岩を比べてみてください。そして、マドンナは、まあ、大蛇であるということを、ダヴィンチは示したということになります。まあ、胸に抱いているのも蛇に見えますけどもね。それも後でちょっと出てきます。こうして、まあ、ダヴィンチの、まあ、いわゆる、思想がですね、ここに織り込まれているということですね。で、誰かと言いますと、当然、ラミアということになるわけです。ラミアというのは子供を食べる魔女、悪魔として知られていました。そして、こういう形で、まあ、いろんな画家がラミアを表現しています。まあ、上半身は人間で、下半身は蛇だということですね。まあ、こうした絵は全、まあ、全く珍しくないわけです。ミケランジェロも同じような絵を描いています。中央にいるのがラミアです。いわゆる、まあ、アダムの最初の妻と言われていますね。そして、まあ、これがカペラ・システーナに書かれている絵です。で、ラミアとはどういう、まあ、魔女だったかと言いますと、子供を食べるラミア。まあ、もともとは、まあ、リビアの女王であったというけども、アダムの最初の妻、リリトのことである。リリトですよ。リリトのことであるということですね。そして、これがマドンナ。もう一度繰り返しますが、確認してください。ここが今日の一番重要なポイントです。胸と後ろの岩を比較してみてください。そして、左がミケランジェロの描いた、ラミアです。そして、下半身が蛇ですね。そして、このエンジェルの足の指は三本指です。そして、指は新品が剥がれています。そして、マドンナはイエスの皮膚の下に指を潜り込ませています。まあ、こうした事実から浮かび上がってくる、まあ、なってますか、ストーリーは何かというと、恐ろしい話ということになるわけですね。皆さんもこの足をもう一度確認してください。で、そして、左がリリトです。魔女中の魔女というふうに言われていました。まあ、ルシファーの妻ですけどもね。まあ、人間を改造したルシファーの妻ですから、キリスト教側から見れば魔女ということになるわけですね。この三本指に注意してください。実は、ダヴィンチは他にもこの三本指の女性を描いています。それをこれから皆さんに紹介しますが、この三本指、注意してくださいね。いわゆる魔女です。悪魔中の悪魔ということになりますね。これはダヴィンチ自身が書いたと言われています。受胎告知です。この受胎告知のフクロウの置物の下にマリアの足が隠し込まれています。この赤い丸のところを見てください。地球団の下からペロッと三本指の爪のある、マリアの足が外に出ています。この三本指の足と、そしてリリトの足を比べてみてください。すなわち、ダヴィンチはこういう形で、マドンナはリリト、魔女であることを示したわけです。ここでも同じ、まあ、コンセプトで作られているということですね。まあ、ついでながら言いますと、上の二人の、まあ、ガブリエルと二人足して、一人の魔女ってことになります。1たす1は1の、まあ、ダヴィンチ独特の手法ですね。そしてこれが右がですね、システィーナ礼拝堂の、ミケランジェロの解体ですけども、ここにやはり三本足の女性、これ女性ではありません。男性が人が描かれています。赤い服を着ているから女性だなんて思っちゃいけませんよ。まあ、システィーナの礼拝堂にはみんな逆転してますから。で、三本足ですね。そして組み合わせ方によってはこれ三通り考えられるんですけどもね。まあ、一応二通りここで紹介しますと、こういう足の組み合わせがあるわけです。そして向かって一番左の足が注意深くご覧ください。この足は骨がむき出しになっていて、
漏れていて、中から骨髄液が漏れています。右は、まあ、イラストですけども、正確に書いた、まあ、骨髄ですよね。それが、まあ、こういう形で表現されているということです。すなわち、ミケランジェロですね、ダヴィンチの絵をもじって、こういう絵を描いたと思われます。三本足ですね。で、向かって左のダヴィンチの絵もですね、これ二本足ですけども、見方によっては三本足にも見えるということで、ミケランジェロはからかったんじゃないかと思います。そしてこれは森本聡さんが発見なさったんですけども、後ろの男性は一見優しい若い男に見えますけども、これも隠し絵手法で、実はこの向こうに不気味な、まあ、何かが、まあ、人の顔が描かれているということですね。こういう形で、まあ、ミケランジェロも隠し絵を仕込んだというわけです。まあ、こういうふうにして考えていますと、まあ、左と右がですね、同じコンセプトで描かれているということですね。そして、衣服の色は全く同じですね。やや、まあ、まあ、なんて言いますか、色が褪せているっていう感じはしますけども、コンセプトは同じですね。赤い服です。そして、この、金色の衣服がですね、右の人物の袖になっています。この腕を見てください。これは女性の腕ではありませんね。そして、胸がありません。いや全くフラットです。なあち、この人は、右の人も男性だということですね。まあ、こういう形で、ミケランジェロの方法で、まあ、ダヴィンチを攻撃したわけですね。まあ、壮絶な戦争が続けられていたと思いますよ。そしてこの人は、今言いましたように、一見女性に見えるかもしれませんけども、胸がない点。そして手の方を見てください。先ほど言いましたように、エンジェルの足の方に毛が生えてましたね。同じようにこの手もですね、途中から毛が生えているように見えます。そして左はこれ一見女性に見えるかもしれませんけども、ちゃんとついているものがついています。皆さん自身で確認してください。この人もそうですね。一見女性に見えるかもしれませんけども、優しい顔してますけども、体はごっつい体してますね。そしてやはり男です。この人も一見女性に見えるかもしれませんね。優しい綺麗な顔してますけども、やはりついているものがついています。システィーナ礼拝堂の、まあ、人物はほとんどと言います。すべてがと言ってもいいでしょう。男と女が逆転しています。そこに注意してください。で、もう一度、岩窟の聖母の話に戻ります。これがエンジェルですね。この人は男なんですよ。これはまた別のところで証明しましたので、またそちらをご覧になってください。で、これがミケランジェロの描いた右が絵ですけども、大変綺麗な優しい顔してますけども、まあ、ちょっと角度が違いますから、比較しにくいところがありますけども、この両者は同じ、まあ、人物と見ます。で、この前後に、まあ、右のね、七時の礼拝堂、この人はあるものが見えませんので、まあ、男とも女とも判別できませんけども、この人も男なんですね。一見ちょっと胸が大きいから女性に見えますが、さらに驚くべきことに背中に注意してください。背中にはレプタリアン独特の、てますか、の特徴である、ヒレが書き込んであります。これも、まあ、林博士が発見したことです。で、こういう形でヒレが書き込んであります。注意深くご覧ください。ミケランジェロはこういう形で、まあ、この人が男であり、かつレプタリアンであり、そして、ダヴィンチの書いた岩窟の聖母のこのエンジェルも男であり、レプタリアンであることを、まあ、証明したわけです。そして右の人物はですね、よく見ますと皮膚がぼやーっとしてますね。これはラファエルも同じ手法で書いてますけども、まあ、新品がめくれているレプタリアンを表現するときには、皮膚をぼやーっとして表現するわけですね。注意深くご覧ください。二重になってますね。左下、足の、ここですね。二重になってる。すなわち、皮膚がめくれる、いわゆるまあ、レプタリアンであるということを示したわけです。そしてこの腰のライン見てください。これは絵の描きムラかなというんじゃなくて、きちんとこういうふうに皮膚がですね、二重になっていることを示しているわけです。まあ、こうして、ミケランジェロは、まあ、いわゆるその岩窟の聖母のエンジェルがですね、男であり、まあ、なんて言いますか、レプタリアンであることを示しました。同じようにこれ蛇が書いてあるんですね。この蛇の模様に注意してください。一番下ね、左の下。で、このような形でダヴィンチは、まあ、コブラを書いたわけですから、右もそのような同じ手法でですね、これはロンドン版で見ますとちゃんと鱗が書いてありますから、また興味のある方は私の別のビデオを見てください。ロンドン版も検証しています。そしてこれがヘビなんですね。なあち、まあ、ダヴィンチはこういう形で右のマドンナがヘビと、まあ、大蛇と関係あるかと示したわけです。で、このエンジェルに戻っていますが、もう一度確認してくださいね。
まあ今日の2番目のポイントということになりますけども、このエンジェルのまあ姿勢ではですね、座ることはできません。皆さんもこの姿勢で座ってみてください。頭が前へのめりすぎてますね。で、エンジェルは自分の左手で支えていることになりますけども、エンジェルの手はですね、ヨハネの背中に軽く触れている程度です。これでは支えきれません。このままでは、ステーンと前の方へつんのめってしまいます。皆さんも自分でこの姿勢を作ってみてください。腰から下はまっすぐ立ってるんですよ。そして前かがみになってるんですよ。この姿勢では自分の体を支えることできません。これは軽く触れているだけってことはわかりますね。指が伸びています。すなわち、この姿勢では支えることはできない。すなわち、ダヴィンチはこういう体であったということを間接的に示しているわけです。すなわち、ラミアだということですね。ここでも1たす1は2、1の、まあ、絵の手法を使っています。1たす1は1ですね。受胎告知も1たす1イコールで、マリア、すなわち魔女であることをダヴィンチは示しています。ここでも1たす1は1の絵の手法で書いています。ラミア、もう一度繰り返しますと、子供を食用とする、まあ、魔女中の魔女ですね。そして、妻、リリトのことである。だから足も書いてありましたね。これについて、ミリリウさんがですね、大変興味深いことを発見してくださいました。ラミアという文字を並び替えますと、マリア。R と L と発音がやや変わりますけども、まあこれ英語にしたためにこうした違いが出たものと思われます。ラミアを並べ替えると、マリアになるということですね。なあち、まあ、ラミアイコールマリア。実際にラミアのヘブライ名はマリアです。になっています。そして、まあイエスの、まあ、マリアとなったわけですね。この岩窟の聖母には以上のように大変恐ろしい意味が含まれているということですね。まあ、unusual って冒頭で言いましたけども、ありえない、まあ、なんて言いますか、背景ということになります。そこでもう一つ皆さんに今日は重大なことを話しておきます。岩窟の聖母。これは岩窟に見えますか、皆さん。これは岩窟ではありませんよ。これは水の中なんです。まあ、ここの部分をちょっと拡大してみますと、それがわかります。まあ、水の表面の独特の波と言いますかね、泡立ちが見えます。注意深くご覧ください。まあ、これは水の表面ですね。バチャバチャバチャっとこう水がですね、さざ波が立っているところを表現してあります。で、注意深くつくところどころ、水のね、こういうところ、薄いところがあって、背景の岩が薄いところありますね。この、矢印の左の矢印のところに特に注意してください。この部分ですね。このように、まあ、色温度を書いていますと、この、まあ、岩がですね、マリアの体がですね、水の中にあることがわかります。私が着色したわけありませんよ。色温度を上げただけですよ。そして、その証拠がもう一つあります。ここを見てください。ここを見ますと、これが水の中であることがわかります。水面に浮かぶ、まあ、葉っぱというか花が描かれています。この花には茎がありません。そして根もありません。葉っぱもありません。上に映っている花がですね、水面に映っていることを表現したものです。ご自身で判断してください。林浩司の思い過ごしだとか、思い違いだとか、ね、そんな風に批判なさる前に、ご自身で判断してください。すなわち、この花はですね、水面に浮かぶ、まあ、花模様であるということですね。映るですね。水面に浮かぶ花模様であるということになります。まあ、それはおまけです。まあ、この絵はですね、まあ、岩窟じゃなくて、まあ、私なら水中の聖母というふうに名をつけます。とてもこの話は恐ろしい話でしたね。と同時に、この絵は大変恐ろしい絵であるということを皆さんに今日は説明しました。最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。Bye for now. When we say Jesus Christ, it indicates that there were two Jesus Christ. One is Jesus who was crucified on the cross, and another one is Christ who was real Christ, the Son of God. Then Leonardo, along with Michelangelo, or these two puppet artists of Jesus Christ, after 1500 years in the Renaissance, painted these two Jesus Christ in his masterpiece, one with mustache and another one without mustache. I mean here that Jesus with mustache was a proxy, and Christ without mustache was
real Christ. Real Christ was biblical Cain who was punished with a sign when he murdered Abel. No hair in his face was its sign for Cain, recognizable by everyone. Leonardo left us his message about this in his painting, Baptism of Jesus. Here I, Hiroshi Hayashi, can show you its evidence and proof. 私たちがイエス・キリストというときは、二人のイエスを意味します。一人は十字架で処刑された替え玉イエス、そしてもう一人は本物のイエス、つまりキリスト。ルネサンスの時代に現れた1500年後のイエスは、ダヴィンチ、ミケランジェロなどの芸術家を通して、これら二人のイエスを正確に表現し分けました。一人はヒゲのあるイエス、これが替え玉です。そしてもう一人はヒゲのないイエス、つまりキリストです。本物のイエス、つまりキリストは聖書でいうところのカインでした。そのカインは兄アベルを殺害したため、その罰として誰が見てもすぐわかるサインを顔につけられました。それがヒゲだったわけです。ヒゲはあの時代男のシンボルでした。だから本物のイエス、つまりキリストにはヒゲがありませんでした。そしてその事実をダヴィンチは1たす1は1の原則を使い、イエスの洗礼の絵の中で私たち人間にメッセージとして残しました。以上の事実をこの動画の中で証拠を添えて証明します。広志林浜松シティジャパン。1500年後のイエスはルネサンスの時代にミケランジェロなる画家を通して私たち人間に重要なメッセージを残しました。ミケランジェロが描いたとされるカッシナの戦いの絵です。この絵の中に775027という数字を隠し込みました。おそらくミケランジェロ自身もこの数字には気がつかなかったものと思われます。775027です。つまりこの775027をヘブライ語のゲマトリアで読むと、キリスト、聖書のカインとなります。ここが重要です。つまり、1500年後のイエスは自分の正体をこのような形でこの絵の中に書き込んだというわけです。77、Christ。50、Biblical。そして、27はカインです。そしてこれらの単語を並べると、キリストは聖書でいうところのカインであるとなります。つまりアベルとカインのカインです。兄アベルを殺害したカインです。そしてそのカインを同じくミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画の中に描いていました。左からアダム、イブ、そして中央がリリトとなっていますが、セントジェロームの翻訳したラテン語の聖書の中ではラミアとなっています。つまりマリアのことです。そしてその右がカイン、そしてその右が妻のアワンということになります。ここにカインが表現されています。そのカインが、つまり聖書で言うカインがキリストであるということになります。そして壁画です。最後の審判と言われている壁画です。この中央にいるのがキリストです。やはり同じように下に隠し文字の形で77が描かれていました。77、つまりヘブライ語のゲマトリアによればキリストという意味です。この中央にいるのがキリストということになります。顔を比較してみてください。年齢差はありますが、
同じ顔です。左はカイン、右はキリストです。カシナの戦いのメッセージによれば、キリストは聖書でいうところのカインとなります。そしてカペラ・システィーナの中で最もよく知られた絵といえばこの絵ということになります。カペラ・システィーナの天井画の中心部にこの絵が描かれています。神が自分の姿に似せて作ったアダムに今まさに命を与えようとしているというふうに説明されています。つまり右が神で左がアダムというわけですが、左の人物はこれはアダムではありません。で、このアダムと先ほどの最後の審判の中に描かれているキリストの顔と比較してみます。これはキリストです。77という数字が隠し込まれていました。このキリストと先ほどのアダムの顔と比較してみます。やや角度は違いますが、違いがないという点でこれら両者は同じ人物、つまり左がキリストですから右もキリストということになります。繰り返します。右の人物はアダムではありません。繰り返します。右の人物はアダムではありません。こうして比較してみると、顔というのは違いがないという点で同じと判断します。ともあれ、左がキリストとなると右もキリストということになります。ともにひげがない点に注意しておいてください。ここまでのポイントを整理しておきます。カインとキリストです。そしてキリストです。右はアダムと言われてますけども、アダムではありません。キリストですが、それは今日のポイントではありません。ともかくもカイン、キリスト、ミケランジェロが描いたとされるカシナの戦いの絵の中では、キリストというのは聖書でいうところのカインとあります。そして右二つは顔でつながります。みなひげがない点に注意してください。つまりカイン、本物のキリストにはイエスにはひげがないということです。これがカインに与えられた印ということになります。カインは兄アベルを殺した罰により顔にサインをつけられます。誰が見てもわかるサイン、つまりひげがないというサインです。では処刑にされた替え玉イエスはどうであったか。ダヴィンチが最後の晩餐と言われている絵を描き残しています。この中央に座っているのが替え玉イエスです。絵が不鮮明ですからはっきりはしませんが、拡大してみるとひげらしきものがあるのがわかります。顎ひげですね。英語風に言えば口ひげということになります。で、そのスケッチ画が残っていました。で、そのスケッチ画を見るとですね、まあ顎のところに細いですけどもひげがあるのがわかります。つまり替え玉のイエスにはひげがあったということになります。注意深くご覧ください。拡大してみました。ここにひげがありますね。で、この処刑されたイエス、つまり替え玉イエスにはひげがあるということになります。中央が最後の晩餐の絵の中に描かれているイエスです。そしてもう一枚、イエスの洗礼です。この中央に立っている人物が替え玉イエス、向かって右に立っているのがヨハネということになっていますが、これが本物のイエスです。後で説明します。そうして並べてみるとですね、処刑された替え玉イエスには皆共通してこのような薄いひげがあるのがわかります。中央のイエスにもひげがあるように見えます。と言いますか、
髭があると判断して良いのではないでしょうか。つまりミケランジェロもダヴィンチもこのような形で髭のあるイエスと髭のないイエスを正確に表現し分けています。さらにダメ押ししておきます。18世紀にジャコム・ラファエリがその最後の晩餐の絵を模写していました。その模写したモザイク画の中のイエスにはヒゲがあります。皆さん自身でしっかりと確認しておいてください。つまり替え玉イエスにはヒゲがあったということになります。ここで一つ重要なことを補足しておきます。ミケランジェロです。ミケランジェロが描いたイエス・キリストの顔ということになります。そしてダヴィンチはイエスの洗礼の絵を描き残しています。ヴェロッキオとの合作と言われていますが、その絵の中の向かって右側の人物に注意してください。この人物はバプティストのヨハネと言われていますが、そのヨハネの顔は下の3人と一致しています。細かい点を注意深くご覧になってください。つまり上のヨハネと言われている人物は実はヨハネではなくてイエス・キリスト自身であったということになります。このように部分的にですね、上下対照させてみるとそれぞれがそれぞれの顔と一致しているということです。ということは上の、繰り返しになりますが、ヨハネと言われている人物はイエス・キリストということになります。上は一応ダヴィンチが描いた絵ということになっています。下は一応ミケランジェロが描いた絵ということになっていますが、これらはもともとは一人の画家、つまり1500年後のイエスによって描かれた絵ということになります。そして下3枚を足して3で割ったのがヨハネの顔イコール、実はこの人物はキリストであったということになります。ではどうしてヴェロッキオとダヴィンチは二人のイエスを描いたかということになります。それを説明する前にもう一度この事実を確認しておいてください。中央にいるのが替え玉イエス、そして向かって右側にいるのが本物のキリストということになります。替え玉イエスの顔にはヒゲがあります。しかし本物のキリストの顔にはヒゲがありませんが、なぜここで二人のイエスをヴェロッキオとダヴィンチが描いたかということですが、この手法はダヴィンチは他にもいろいろな場面で使っています。よく知られた受胎告知の絵です。この受胎告知の絵の中ではやはり二人の人物を描きながら一人の魔女、すなわちストリックスを表現しています。ローマ時代には最も恐れられた魔女と言われています。ストリックスです。ストリックスについて補足しておきます。ラファエロ・サンチです。ラファエロ・サンチもまた1500年後のイエスの操り人形芸術家でした。そしてこんな絵を描き残しています。この絵の中に魔女が描かれています。向かって左側から2番目の人物がその人物です。足の部分に注意してください。3本指の足が描かれています。つまりストリックス、魔女ということになります。ラファエロはこの絵を通してここに描かれているのはマリアであると表現しています。その証明は別のところでしましたから、またそちらをご覧になってください。ともかくもここに3本指の魔女、すなわちストリックスが表現されているということです。そして同じ足をダヴィンチが受胎告知の絵の中で表現しています。右が一応マリアということになっています。左は天使です。このマリアの足に注意してください。
足元に注意してください。この丸の部分です。絨毯の下から3本指の足が飛び出ているのがわかります。隠し絵、騙し絵の方法でダヴィンチはここに描かれている、まあ、右側の人物は魔女、すなわちストリックスであることを示しています。ストリックス、つまりフクロウということになります。まあ、このような形でダヴィンチの絵とそしてラファエロの絵が一致します。ストリックスです。一説によるとローマ時代、ローマで最も恐れられた魔女がストリックスということになっています。下は以前はリリトと解釈されていましたが、現在はイシュタール、ヘブライ名マリアということになっています。そのイシュタールの足も3本指です。このようにイシュタール、マリアの足とそしてラファエルの描いた絵、ダヴィンチの描いた絵とつながっていきます。共に3本指の足、魔女、すなわちストリックスということになります。そのストリックスのシンボリックな動物がフクロウということになります。イシュタールの左右にフクロウが描かれています。同じように受胎告知のこの置物もですね、見方によってはフクロウに見えるということです。そしてその右下に3本指の、まあ、魔女の足が隠し描かれています。もちろん by 林浩司発見です。右下に注意してください。ただフクロウと言いましても耳房のないフクロウを言います。左端の下はですね、これは耳のあるフクロウということになります。一般にストリックスという時には耳房のないフクロウを言います。ですから右下のですね、ダヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の中の置物にはその耳房がありません。つまりここに描かれているのはストリックスということになります。そしてその下にあの3本指の足が隠し絵の形で描き込んであります。でローマ時代にはストリックスというのは最も恐れられていたということですね。ストリックスとラミアは2大化け物のことを言うと、そういうことなんですね。そのストリックスが描かれているということですね。つまりローマ民話においてはヴァンパイアを意味し、特に幼児や子供を好むと、幼児や子供を好んで食べていたということです。でその絵がですね、このような形で表現されている。つまりここで表現されているのはですね、この2人の人物を足してそして2で割るとストリックスになるということになります。左の天使もこれは猛禽類の翼をしています。そして右のマリアと言われている人物の足からは3本指が覗いています。つまりここでも 1+1 は1、つまり2人の人物を足して1人の人物を表現しているということになります。ここが重要です。受胎告知の絵の中では2人の人物を足してそして1人の魔女、すなわちストリックスを表しているということです。そしてその手法は先ほどのイエスの洗礼の中で使われている手法と同じということです。さらにこんな例があります。ダヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母ルーブル版です。中央にいるのが聖母ということになっています。そして右に座っているのが天使です。この場合も 1+1 は1人の魔女、すなわちラミアを表しています。中央の聖母の下半身は大蛇です。そして右の天使の背中の部分は尻尾ということになります。ここでもやはり 1+1 は1の手法を使って1人の魔女、すなわちラミアを表しています。岩窟の聖母イコールラミア説 by
林浩について補足しておきます。この岩窟の聖母の下半身に注意してください。この岩窟の聖母の下半身はそのままその後ろ側にある岩とつながっています。胸のところの模様、風合い、様子と後ろの岩が一致している点にも注意してください。これも隠し絵の一つということになります。このような形でレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスはここに描かれている人物はラミアであることを示しています。なおラミアとマリアはアナグラムになっています。文字を入れ替えてできた言葉だということになります。ラミアを並び替えますとマリアになるということです。そしてそのラミアは現代アートの中でも様々に表現されています。ラミアは魔女中の魔女であり、人間の子供を好んで食していたということになっています。そうしたラミアも表現されています。右の絵がそれです。そして左のラミアも腕に赤子を抱えています。つまり餌の子供ということになります。そして先ほどの岩窟の聖母の絵の中では 1+1=やはり1の手法で一人の魔女ラミアが表現されていたということになります。右の天使の背中の部分はですね、切れていますからわかりませんが、長い尾を引いた大蛇になっているものと私林浩司は判断しています。それについてもまた別のところで証明しました。以上ですが、ダ・ヴィンチが使った 1+1=1 の手法を皆さんにも理解していただけたものと思います。つまり1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチという画家を通して 1+1=1 の手法で実は2人の人物を合わせて1人の人物を表しているという、手法を使ったということになります。イエスの洗礼の絵の中の中央のこの人物は替え玉のイエス、処刑されたイエスということになります。そしてその右に立っているのはヨハネではなくて本物のクライスト、すなわち救世主ということになります。そして同じ手法が
受胎告知の中でも使われているということですね。1たす1イコール1、すなわち2人の人物を合わせて1人の魔女、すなわちストリックスを表しているというわけです。そして岩窟の聖母の中でも2人の人物、聖母と天使を足して1人の魔女、すなわちラミアを表しているというわけです。同じように一番上2人の人物を合わせてですね、替え玉イエス足す本物のキリスト、合わせてイエス・キリストになるというわけです。1足す1イコール1というわけです。で、この絵の中に表現されているのは、実は替え玉のイエスと、そして本物のキリストということになります。 Bye for now. Wikipedia Englishwrites about Guernica as follows. The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalist. Upon completion,Guernica was exhibited as a Spanish display at the Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris, and then at other venues around the world. The touring exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed, and it helpedbring worldwide attention to the Spanish Civil War. パブロ・ピカソの代表作でもあり、最もよく知られた作品がゲルニカです。ゲルニカというのは、ナチス・ドイツ、イタリア及びスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊されたスペイン北部のバスクの田舎の村の名前です。その爆撃を題材にして、繰り返します、その爆撃を題材にして描かれたのがそのゲルニカと呼ばれる絵ですが、その絵は1937年にパリで開かれた万博会場並びに世界中で公開され、それによってスペイン内戦は広く知られることになり、同時に世界中から救済資金が集まったと言われています。が、あのゲルニカは本当に爆撃されたゲルニカをテーマにして描かれた絵なのでしょうか。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。繰り返します、もしそうならピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。つまり何の絵であるか知らないまま絵を描かされ、ゲルニカとして発表してしまった可能性があるということです。というのも、その絵の中には私林博士が発見し、林博士しか知らない事実がその絵の中に隠し込まれていたからです。つまりピカソも1950年後のイエス自身であった可能性がぐんと高くなりました。その証拠と証明、広志林ハママシティジャパン。ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面
モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお、闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。が本当にそうでしょうか。順に解説してみます。では林博士方式でこの絵を検証してみます。まず気がつくのは中央上やや左寄りにある奇妙なこの模様です。これは何かということですけども、私はこれを目と判断しました。目の下から14本の光線が出ている点に注意してください。右はフリーメイソンのシンボルマークです。で、この目のような模様の下からも14本の光線が出ているのがわかります。14、つまり 7×2、 7はフリーメイソンの神聖数です。ミトラ教の神聖数です。さらに言えばプロメテウスの神聖数ということになります。 7×2 です。ここを確認してください。ラーの腕もやはり7本です。それから自由の、女神像と言われている像ですけども、光線が7本です。このように7、7、7でつながっていきます。つまりこのような形で、つまり目を描き14本の光線を描くことによって、パブロ・ピカソは自身がフリーメイソン、もしくはその上位団体のイルミナティのメンバーであることを示しました。その証拠がもう一つ描かれています。中央に、ドアのようなものが描かれています。私はこれをドアと判断しました。そのドアの向こうから一人の人物が腕を伸ばし、その手の先にトーチを持っています。このトーチに注意してください。トーチです。ランプで表してありますけども、トーチを模したものと私林博士は判断しました。右が自由の像のトーチですね。中央がそれを拡大したものです。比較してみてください。こうしてパブロ・ピカソは自分自身の立場を明確にしたということになります。プロメテウスの目、そして14本の光線、そしてこのトーチがその証拠ということになります。では左下の人物は誰なのでしょうか。どこかの美術評論家が言っているように、ピカソ自身なのでしょうか。答えはノーです。中央に馬が描かれています。馬に踏みつけられています。この構図はダヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの中の絵に表現されている構図と同じです。アンギャリの戦いの中に描かれている右の丸の中の人物はイエス・キリスト自身です。頭からは血を流しています。そして馬に踏みつけられています。構図が同じです。頭の周りを見てください。血が流れ出ています。これは血を表しながらも、実はハロー、つまり降臨を、模したものだと判断しています。これは森本聡さんという方が教えてくださいました。そしてこの人物がイエス・キリストであるという証拠は、この人物の左の手の甲を見ていただくとわかります。そこには聖痕が描かれています。こうして1500年後のルネサンスの時代に現れたイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前の操り人形芸術家を通して、そしてアンギャリの戦いの絵の中に替え玉で処刑されたイエスを描き込みました。頭からは血を流す、その血が降臨をかたどっています。そして左手の甲には聖痕が描かれています。そしてその同じ構図が
ピカソの絵の中にも表現されているということですね。右のような事実を知っていて、そして動画で発表したのは2012年以後の林浩司ということになります。ピカソが知る由もなかった事実ということになります。左下のピカソの絵の中に描かれている人物がピカソなどではなくてイエス自身だということは、その絵の中にその証拠が残っています。この人物の手のひらを見てください。ここには五芒星が描かれています。つまりこのような形で聖痕を五芒星に隠してピカソが描き込んだということになります。わかりやすく言えばシンボライズされた聖痕ということになります。つまり左下の人物はイエス・キリストということになります。繰り返しますが、パブロ・ピカソは聖痕を五芒星で表現したということになります。でもう一度繰り返します。パブロ・ピカソのゲルニカです。左下にいるのはイエス・キリストです。馬に踏みつけられています。その構図はアンギャリの戦いの中に描かれているイエスと同じ構図です。アンギャリの戦いの中にそのような隠し絵が仕込まれていたことを発見し、動画で発表したのは私、林浩司です。それ以前には誰も知る由もなかったことです。さらにここに牛が描かれていますが、闘牛の牛だそうです。とんでもない、これは闘牛の牛などではありません。これはミケランジェロがカペラシスティーナの天井画に描いた絵ですけども、その絵の中にノアと3人の息子の絵があります。左上に注意してください。ここには馬と牛が描かれています。牛といえば延期を表すシンボリックな動物ということになります。馬はその息子のマルドックであると私は考えていますが、今のところまだ仮説の段階です。ともかくもここに牛が描かれています。牛は延期です。延期のシンボルが牛です。つまりここに描かれているのは神々であるということになります。ではその牛の下の人物、今丸で囲んだ部分の人物は誰かということですけども、女性と赤子のようです。右はシュメールのイナンナです。またの名をイシュター、そしてヘブライ名をマリアと言います。中央はラファエロの描いた聖母子の絵です。それと同じ構図でパブロ・ピカソの中に母と子が描かれています。つまりここに描かれているのはマリアということになります。そして赤子の目を見ていただきたいんですけども、白目で描かれています。死んだ子供の目ということになります。マリアは人間の子供を食していました。つまりここに描かれている人物たちはですね、ゲルニカの空爆の下で逃げ惑う人々を描いたものではなくて、つまりは神々の世界を描いたものだということです。順に左からゲルニカを見てみます。延期、つまりプロメテウスです。そしてその下にいるのがマリアとその餌の子供ということになります。そしてその下にいるのが替え玉のイエス・キリストということになります。上に表現されているのがいわゆるフリーメイソンのシンボルマーク、そしてここに描かれているのがあえて言うならばマリアンヌということになります。フランス革命で活躍したマリアンヌです。松明を掲げています。そして右にいるのが、もがき苦しんでいる人間ということになります。この絵の構図はそうなっています。パブロ・ピカソ自身はこんな絵を描きながら、あるいは正確には描かされながら、多くの美術評論家の解釈に対して次のように反論しています。引用 PBS Treasures of the World より、お牛はお牛だ、馬は馬だ、もし私の絵の中のものに何か
意味を持たせようとするなら、それは時として正しいかもしれないが、意味を持たせようとするのは私のアイデアではない。君らが思う考えや結論は私も考えつくことだが、本能的に、そして無意識に、私は絵のために絵を描くのであり、物があるがままに物を描くのだ。繰り返します。君らが思う考えや結論は私も考えつくことだが、本能的に、そして無意識に、私は絵のために絵を描くのであり、物があるがままに物を描くのだと。つまりパブロ・ピカソ自身もどうしてこんな絵を描いたのか分かっていなかったということになります。つまりその事実こそがですね、もっと言えばこのピカソ自身の反論そのものがですね、パブロ・ピカソもその絵を誰かによって描かされたという証拠になるのではないでしょうか。 Bye for now. Wikipedia English writes its story about the Manchester Madonna by Michelangelo Buonarroti as follows. The Madonna and Child with St. John and Angels, 1497, also known as the Manchester Madonna, is an unfinished painting attributed to Michelangelo in the National Gallery, London. The painting's attribution to Michelangelo was in doubt for much of the 19th and 20th centuries, but now most scholars are in agreement. The work first came to public attention in the Art Treasures exhibition in Manchester in 1857, hence the title The Manchester Madonna. Like other Renaissance paintings of the Madonna and Child, which include John the Baptist, the subject arises from a non-biblical tradition that Virgin Mary and the child Jesus met Christ's cousin, St. John the Baptist, on the Holy Family's flight into Egypt. The Virgin is depicted with one breast bared, as if she has recently been suckling her infant son. This recalls the theme of the virgin breastfeeding common in medieval painting. I, Hiroshi Hayashi, have a quite different idea and translation of this painting, which might change the whole history of fine arts of the world. ミケランジェロが描いたとされるマンチェスターの聖母です。ウィキペディア百科事典は次のように書いています。未完成の部分があるため未完の大作と言われています。1497年の作です。当初この作品はミケランジェロのものであるかどうか疑われていましたが、19世紀か20世紀になりミケランジェロの作品と学生たちは同意したそうです。で、こうした聖母子の絵の中にバプティストのヨハネが描かれるようになったのは、聖母とイエスがエジプトでヨハネに会ったという説話によるものですが、マリアの胸が開いているのはイエスに授乳をしたためと思われます。またこの絵が基本で聖母でも授乳をしたという話が一般的になったと言われていますが、本当にそうでしょうか。こんな通り一遍の説明だけで済ませてよいものでしょうか。が、この絵の中には大変な謎が隠されていました。世界の絵画の歴史を一変させるような謎です。それをこの動画の中で説明します。広志林
Hamama City, Japan. もう一度画面を見ながら最初から説明します。ミケランジェロ・ブラノティが描いたと言われているマンチェスターのマドンナですが、この座り方に注意してください。マドンナの向かって左側の右足は太く描かれていますが、左足が描かれていません。左足のある部分に子供が割って入っているような感じで描かれています。右足はあるようですが左足が見当たりません。この白い丸で囲んだ部分あたりに、まあ、左足があるはずなのですけども、その左足が見当たりません。そして子供の足と比較してみるとですね、下の白い丸のところにマドンナの足があるはずなのですけども、その足が見当たりません。なぜでしょうか。衣服の下に隠れているといえばそれまでですが、その衣服もこれまた奇妙です。赤丸で囲んだ部分を拡大してみました。細かい部分が極めて精緻に描かれているのがわかります。膝のあたりも拡大してみました。注意深くご覧ください。極めて精緻に表現されているのがわかります。これは何の模様なのでしょうか。これは衣服なのでしょうか、それともということになりますが、私は何か蛇もしくはトカゲの皮膚のように見える、あるいは皮膚に似ていると思いました。で、蛇の皮と比較してみることにしました。そして右は実際の蛇の皮の写真です。大変よく似ているのがわかります。まあ、左中央の方がですね、さらに細かいということになるのでしょうか。つまりこのマドンナがまとっている衣服はですね、まあ、蛇もしくはトカゲの皮のような衣服ということになる、あるいはなるのでしょうか。私の説がですね、決していい加減な思いつきでないことはですね、この矢印の部分を見てくだされば分かっていただけると思います。矢印の部分を拡大してみました。この若い女性、まあ、女性ではないということになりますけれども、この人の背中を見てください。背中から鱗のようなものが吹き出ているのが分かります。つまりこのような形でミケランジェロ・バラノティはですね、ここに描かれている人たちが普通の人間ではないということを表現したと私、林浩司は判断しています。さらにダメ押しということになりますが、向かって右側の人物に注意してください。向かって右側の人物は手に何かを持ってそれを見つめています。手に持っているのは何かということですけども、普通に考えれば手紙ということになりますが、どうもこれは手紙ではないように見えます。その証拠にこの手紙と思われるものの左下の部分を見てください。くるっと何か巻いているように見えます。私、林浩司はこれを皮、めくれた皮と判断しました。めくれた皮です。なぜめくれた皮であるかについてはこれから説明しますが、つまりは中央にいるマドンナが人間ではないからです。となるとマドンナは何かということになりますが、それについては少し回り道をしなければなりません。マンチェスターの聖母はミケランジェロ・ブアノティの作です。これはレオナルド・ダ・ヴィンチの作です。レオナルド・ダ・ヴィンチの岩窟の聖母ルーブル版です。この岩窟の聖母の中に描かれている聖母は人間ではありません。
上半身が人間、下半身が大蛇、魔女の中の魔女、子供を食べる魔女、ラミアです。この岩窟の聖母の中の聖母の胸と後ろに描かれている岩を比較してみてください。色使い、風合い、感じ、全く同じです。ということは、聖母の体は一体として後ろの岩につながっているということになります。つまり、ここに描かれている聖母は人間ではなくて、下半身大蛇の魔女ということになります。それについては、この動画の後に続けて皆さんに説明します。ともかくも、この岩窟の聖母の中に描かれているマリア、すなわち聖母はラミア、下半身大蛇のラミアであるということです。つまり、このような形で1500年後のキリストは、レオナルド・ダ・ヴィンチという代理人を使ってマリアは魔女であることを表現しました。で、結論ということになります。マンチェスターの聖母 by
ミケランジェロです。向かって左側の右足を拡大してみました。そしてその足と岩窟の聖母の中に描かれている天使と言われている人物の背中部を比較してみます。キー枠で囲った部分に注意してください。拡大してみます。ここが今日のこの動画の大切なポイントということになりますから、皆さん自身の目でしっかりとご確認ください。左はミケランジェロ、右はダヴィンチですが、この両者の表現の仕方は酷似しています。赤い線で今ラインをかけていますけども、赤い線を中心にして比較してみてください。酷似しているのがわかります。で、これをどう判断するかですけども、特にこの部分ですね、同じように表現してあるということです。まあ、画家について言うならばですね、一人の画家の癖がですね、同じように現れているということになるのではないでしょうか。左はマンチェスターの聖母の足です。右は岩窟の聖母の中の天使の背中部です。つまりこの両者は私は同じと判断しました。上半分が丸っぽくて下がラインで構成されています。で、足を見るとですね、共に足が表現されていません。まあ、岩窟の聖母の方はですね、3本指の、まあ、魔女が表現されています。ともかくも左のマンチェスターの聖母には足が表現されていません。で、私はこの両者はラミアであると判断しました。つまりマンチェスターの聖母の中に描かれている聖母は下半身大蛇のラミアであると判断しました。もう一度確認のために皆さん自身の目でしっかりと見てください。つまりこの岩窟の聖母の中に描かれている人物はですね、この姿勢ではバランスを保つことができず前に倒れてしまうはずです。そのバランスを保つにはですね、後ろにこのような大蛇のような体がないと無理だということになります。そしてマンチェスターの聖母です。岩窟の聖母です。右の聖母が岩窟の聖母がですね、ラメアですから、同じように考えて左の聖母も私林博士はラミアであると判断しました。で、その証拠は最初に示しましたようにいろいろな部分に現れています。つまり右はラミア、左もラミアということになりますが、右はダヴィンチの作品です。左はミケランジェロの作品です。作家と言いますかね、画家が違うのにこのようにコンセプトが同じということは、これらの2枚の絵画はもう一人その上の誰かによって描かれたということになるのではないでしょうか。わかりやすく言えばですね、ミケランジェロもダヴィンチも、つまりは1500年後のカイン・キリストの代理人でしかなかったということになるということです。改めて先ほどのダメ押しを繰り返します。マンチェスターの聖母です。その聖母の衣服はこれは普通ではありませんね。で、同時に二人の女性らしき人物が手紙のようなものを読んでいます。それを拡大してみました。で、この両者右上下を比べてみるとですね、大変よく似ているというよりもですね、同じであることがわかります。細いラインがいっぱいと言いますか、無数に走っている点に注意してください。ひび割れの表現の仕方も同じです。で、この両者を比べてみるとですね、やはり下のこの二人の人物が読んでいるように見えるそのものはですね、つまりは手紙のようなものではなくて衣服、もしくは衣服そのものがですね、皮膚をまあ表現したものと考えるならばですね、二人の女性らしき人物は皮膚を
調べているところということにもなるのかもしれません。ねえあなた、マドンナの皮膚ってツヤツヤしていて、それに分厚くて健康そうね。それにね、色も白いみたいね。とです。Bye for now. Maria in Virgin of the Rocks, painted by Leonardo da Vinci, is Lamia, a child-eating monster. Wikipedia English writes about Lamia as follows. Lamia in ancient Greek mythology was a woman who became a child-eating monster after her children were destroyed by Hera.Hera also afflicted Lamia with sleeplessness so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability to remove her own eyes. Lamia was also used as a bogey word to frighten and discipline children.Maria in the painting of Virgin of the Rocks is Lamia with a serpent-like body below the waist, and Lamia is an anagram of Maria or vice versa. As you see here now, please notice that Maria has a monster-like lower half body. It is a kind of a tricky art. That is to say that she is
half human and half serpent. But the question is this. Why did Leonardo da Vinci paint such a painting? Though she looks very beautiful and elegant, she is a monster in this painting, as a matter of fact. But why? Why did Leonardo paint Maria as a monster? The answer seems to be very simple. Leonardo da Vinci was anti-Maria in the Renaissance, or he was anti-Roman Catholicism for some reason. By the way, please have a look at the angel sitting next to Maria. She is a male, as a matter of fact, but it is not a point in this video for today. She or he has three-fingered foot, which indicates that she is also a monster as well. You can recognize three fingers, but another one is a white leaf. It is also a kind of tricky art as well. In this way, Leonardo shows us that Lamia is a child-eating monster, and these two boys in this painting may be her food to eat. Lamia is or was eating human children. In this way, Leonardo or Jesus, after 1500 years, let us know that these two people are Lamia in one, in which Leonardo teaches us, don't judge people from its appearance, or don't judge God from its appearance. I, Hiroshi Hayashi, understand that this is a message from Leonardo to us humans. Anyway, ladies and gentlemen, this is a guidance video to prove these facts. Please do come to my website early and stay late with me to know more about another version of human history. I mean that there are more what we don't know than what we know now. You are always welcome to make a new adventure with me. Thank you very much for watching. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan.
This is a painting commonly called Manchester Madonna, which has been said it was painted by Michelangelo Buonarroti in the Renaissance. It is also called Madonna during breastfeeding. It is generally explained that this picture is breastfeeding Madonna, which is why Madonna's breast is bared. But is this explanation correct? I, Hiroshi Hayashi, have a completely different idea of thinking. In conclusion, this painting depicts Madonna with a breast skin peeled off. The evidence is that the two young ladies on the right are looking at the skin of Madonna in their hands. At first glance, you may think that two young ladies are reading something like a letter, but this is not a letter. Skin of Madonna. They are examining Madonna's skin. If you compare both, you can see that the skin of Madonna's breast is being examined by two young ladies. The evidence is that Madonna's nipple shape is precisely expressed on the skin. This is an important part of this video, so please check carefully with your own eyes. I understand that the curved skin accurately represents the female nipple. In other words, this painting is also a kind of tricky art. At first glance, you may think the lady in the center is Madonna, who is nursing her son. Also, you may think, at first glance, the skin in their hands looks like a letter, but it is actually Madonna's skin. However, this woman also shows that she is a type of lady whose skin is to be peeled off. In other words, Madonna is at least not human. The proof is the peeled off skin two young ladies are examining. But the mystery doesn't end here. Venus de Milo also seems to express the peeled off skin in a similar way. In other words, it may be that Venus de Milo is also not modeled on humans, but modeled on non-human intelligent life forms or an alien. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. マンチェスターのマドンナです。別名授乳中のマドンナとも呼ばれています。一般にはこの絵は授乳中のマドンナであり、そのためマドンナの胸が表現されていると説明されていますが、本当にそうでしょうか。私、林博氏は全く異なった考え方をしています。結論を先に言えば、この絵画は胸の皮膚がめくれたマドンナを描いたものです。その証拠に、その向かって右側の2人の若い女性が手に持って調べているのがマドンナの皮膚だからです。一見すると2人の若い女性が何か手紙のようなものを読んでいるように見えますが、これは手紙ではありません。皮膚です。マドンナの皮膚です。その両方を比べてみるとそれがわかります。二人の若い女性が手に持っているのはマドンナの胸の皮膚です。その証拠に、その皮膚にはマドンナの
乳首の形が正確に表現されています。ここがこの動画の重要な部分ですから、皆さん自身の目でしっかりと確認してください。めくれた皮膚には女性の乳首が正確に表現されています。つまりこの絵画もまた騙し絵ということになります。一見すると中央の女性はマドンナであり、授乳中のマドンナということになります。また一見すると手紙のようにも見えますが、実際にはマドンナの皮膚ということになりますが、この女性もまた皮膚が剥がれるタイプの女性であることを示しています。言い換えるとマドンナは少なくとも人間ではないということになります。その証拠がその剥がれた皮膚ということになりますが、謎はここで終わるわけではありません。あのミロのヴィーナスもまた同じような手法でその剥がれた皮膚を表現しています。言い換えるとミロのヴィーナスもまた人間をモデルにしたものではなく、人間ではない知的生命体をモデルにしたものであるということになるのかもしれません。つまりエイリアンということになるのかもしれません。考えれば考えるほど不思議な彫刻、それがミロのヴィーナスということになります。ミロのヴィーナスの背中にはですね、剥がれた皮膚が表現されています。で、私は普通の彫刻、つまり大理石の彫刻のですね、表面がこのように剥がれるということはないと判断しています。つまりこの彫刻は人間のまだ知らない、いわゆるまあハイテク技術によって作られたと判断していましたが、しかしこの剥がれた皮膚がですね、つまりは意図的に人為的にまあ掘られた皮膚であるとするならば納得がいくということになります。つまりこのような形でこのミロのヴィーナスもまた人間ではなかったということを表現したのではないかということになってきました。その手がかりを与えてくれたのがミケランジェロ・ブラノルティなる画家が描いたとされるマンチェスターの聖母ということになります。実はミケランジェロはもう一枚皮膚を剥いでいるマリアを描いています。その前に簡単に外堀を埋めておきます。これはアゴスティノ・ヴェネチアーノです。そのアゴスティノ・ヴェネチアーノが大変興味深い絵を描いています。右下の絵がその絵ですけども、この中には1502という数字が隠し込まれています。1502です。1がやや分かりにくいんですけども、1502すなわち15イナンナ・イシュタールの神聖数、そして20はシャマーシュの神聖数です。つまり左端にいる人物がイナンナ・イシュタールイコールマリアということになります。ついでですが、右下にいる人物20、つまりシャマーシュということになります。シャマーシュの神聖数は20です。イナナシタールとシャマーシュが組んで後のキリスト教なる宗教を立ち上げましたが、
これは今日のテーマではありません。左にいる人物がイナンナ・イシュタールイコールマリアということになります。が、このアグスチノ・ヴェネツィアーノの描いた絵の中の人物と同じ人物をミケランジェロ・ブラノティが描いています。下はカッシナの戦いの絵です。赤枠で囲った部分に注意してください。どちらの絵が後先なのかは今日のテーマではありません。左はアゴスチのフェネチアーノの描いたイナナ・シュタール、つまりマリアです。そしてその人物と全く同じ人物をミケランジェロ・ブラノティがカッシナの戦いの絵の中に描いています。つまり右の人物もイナナ・シュタールイコールマリアということになります。そのマリアが腰から下の透明のような衣服のような、つまりは皮を剥いでいるのがわかります。つまりミケランジェロはですね、カッシナの戦いの絵の中で皮を剥ぐマリアを描いていたということになります。で、この動画の結論ということになります。マンチェスターの聖母です。授乳中の聖母だそうです。胸が開いているから授乳中というわけですが、この絵はそんな生優しい単純な絵ではありません。胸の部分の皮膚がめくられて、そしてその皮膚を右の二人の女性がエグザミニング、つまり調べているということになります。その証拠にその皮膚らしきもの、あるいは皮膚と断言して良いわけですけども、皮膚にはマリアの乳首が正確に表現されています。で、その皮膚をですね、二人の女性が調べているということになります。皮膚の色も一致します。やや灰色っぽい皮膚で表現されています。で、その乳首を皆さん自身の目でもう一度ご確認ください。左がマリアの乳首です。中央、右の方がですね、皮膚の上に表現された乳首ということになります。よく見ると乳輪もですね、同じように表現されているのがわかります。つまり2人の若い女性が持っているのはマリアの皮膚の一部ということになります。それをめくって調べているということになります。つまりマリアはこのように皮膚がめくれるタイプの知的生命体の神であったことを示しているということになります。つまりこれが1500年後のカイン・キリストが私たち人間に残した、伝言ということになります。もう一度比較してみてください。つまりここに表現されているのはマリアの胸の皮膚の一部が剥がれたものであるということになります。続く動画の中でこのマンチェスターの聖母がですね、一般に言われているような、あるいは一般に説明されているような絵ではないということを説明します。で、さらに一言付け加えるならばですね、ミロのヴィーナスということになりますが、以前より私はミロのヴィーナスの皮膚について大きな疑問を感じていました。大理石の像のその皮膚の表面部分だけが剥がれるように、剥がれるということがあるのかということですね。実際にはないそうですね。彫刻家の先生もそのように話してくださいました。となるとこの皮膚の剥がれた様子は何なのかということになりますが、もともとそういう皮膚が表現されていたのではないかという疑いも出てきました。今の段階では断言できませんが、しかしその可能性もあるということになります。では続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now.
Wikipedia English writes its story about the Manchester Madonna by Michelangelo Buonarroti as follows. The Madonna and Child with St. John and Angels, 1497, also known as the Manchester Madonna, is an unfinished painting attributed to Michelangelo in the National Gallery, London. The painting's attribution to Michelangelo was in doubt for much of the 19th and 20th centuries, but now most scholars are in agreement. The work first came to public attention in the Art Treasures exhibition in Manchester in 1857, hence the title The Manchester Madonna. Like other Renaissance paintings of the Madonna and Child, which include John the Baptist, the subject arises from a non-biblical tradition that Virgin Mary and the Child Jesus met Christ's cousin, St. John the Baptist, on the Holy Family's flight into Egypt. The Virgin is depicted with one breast bared, as if she has recently been suckling her infant son. This recalls the theme of the Virgin breastfeeding common in medieval painting. I, Hiroshi Hayashi, have a quite different idea and translation of this painting, which might change the whole history of fine arts of the world. ミケランジェロが描いたとされるマンチェスターの聖母です。ウィキペディア百科事典は次のように書いています。未完成の部分があるため、未完の大作と言われています。1497年の作です。当初この作品はミケランジェロのものであるかどうか疑われていましたが、19世紀か20世紀になり、ミケランジェロの作品と学生たちは同意したそうです。で、こうした聖母子の絵の中にバプティストのヨハネが描かれるようになったのは、聖母とイエスがエジプトでヨハネに会ったという説話によるものですが、マリアの胸が開いているのはイエスに授乳をしたためと思われます。またこの絵が基本で聖母でも授乳をしたという話が一般的になったと言われていますが、本当にそうでしょうか。こんな通り一遍の説明だけで済ませてよいものでしょうか。が、この絵の中には大変な謎が隠されていました。世界の絵画の歴史を一変させるような謎です。それをこの動画の中で説明します。広志林、浜松シティ、ジャパン。もう一度画面を見ながら最初から説明します。ミケランジェロ・ブラノルティが描いたと言われているマンチェスターのマドンナですが、この座り方に注意してください。マドンナの向かって左側の右足は太く描かれていますが、左足が描かれていません。左足のある部分に子供が割って入っているような感じで描かれています。右足はあるようですが、左足が見当たりません。この白い丸で囲んだ部分あたりに、まあ、左足があるはずなのですけども、その左足が見当たりません。そして子供の足と比較してみるとですね、下の白い丸のところにマドンナの足があるはずなのですけども、その足が見当たりません。なぜでしょうか。衣服の下に隠れているといえばそれまでですが、その衣服もこれまた奇妙です。赤丸で囲んだ部分を拡大してみました。細かい部分が極めて精緻に描かれているのがわかります。膝のあたりも拡大してみました。注意深くご覧ください。極めて精緻に
表現されているのがわかります。これは何の模様なのでしょうか。これは衣服なのでしょうか、それともということになりますが、私は何か蛇もしくはトカゲの皮膚のように見える、あるいは皮膚に似ていると思いました。で、蛇の皮と比較してみることにしました。そして右は実際の蛇の皮の写真です。大変よく似ているのがわかります。まあ左中央の方がですね、さらに細かいということになるのでしょうか。つまりこのマドンナがまとっている衣服はですね、まあ、蛇もしくはトカゲの皮のような衣服ということになる、あるいはなるんでしょうか。私の説がですね、決していい加減な思いつきでないことはですね、この矢印の部分を見てくだされば分かっていただけると思います。矢印の部分を拡大してみました。この若い女性、まあ女性ではないということになりますけれども、この人の背中を見てください。背中から鱗のようなものが吹き出ているのが分かります。つまりこのような形でミケランジェロ・バナノティはですね、ここに描かれている人たちが普通の人間ではないということを表現したと私、林浩司は判断しています。さらにダメ押しということになりますが、向かって右側の人物に注意してください。向かって右側の人物は手に何かを持ってそれを見つめています。手に持っているのは何かということですけども、普通に考えれば手紙ということになりますが、どうもこれは手紙ではないように見えます。その証拠にこの手紙と思われるものの左下の部分を見てください。くるっと何か巻いているように見えます。私、林浩司はこれを皮、めくれた皮と判断しました。めくれた皮です。なぜめくれた皮であるかについてはこれから説明しますが、つまりは中央にいるマドンナが人間ではないからです。となるとマドンナは何かということになりますが、それについては少し回り道をしなければなりません。マンチェスターの聖母はミケランジェロ・ブアノティの作です。これはレオナルド・ダ・ヴィンチの作です。レオナルド・ダ・ヴィンチの岩窟の聖母ルーブル版です。この岩窟の聖母の中に描かれている聖母は人間ではありません。上半身が人間、下半身が大蛇、魔女の中の魔女、子供を食べる魔女ラミアです。この岩窟の聖母の中の聖母の胸と後ろに描かれている岩を比較してみてください。色使い、風合い、感じ、全く同じです。ということは聖母の体は一体として後ろの岩につながっているということになります。つまりここに描かれている聖母は人間ではなくて下半身大蛇の魔女ということになります。それについてはこの動画の後に続けて皆さんに説明します。ともかくもこの岩窟の聖母の中に描かれているマリア、すなわち聖母はラミア、下半身大蛇のラミアであるということです。つまりこのような形で1500年後のキリストはレオナルド・ダ・ヴィンチという代理人を使ってマリアは魔女であることを表現しました。
で結論ということになります。マンチェスターの聖母 by ミケランジェロです。向かって左側の右足を拡大してみました。そしてその足と岩窟の聖母の中に描かれている天使と言われている人物の背中部を比較してみます。キー枠で囲った部分に注意してください。拡大してみます。ここが今日のこの動画の大切なポイントということになりますから、皆さん自身の目でしっかりとご確認ください。左はミケランジェロ、右はダヴィンチですが、この両者の表現の仕方は酷似しています。赤い線で今ラインをかけていますけども、赤い線を中心にして比較してみてください。酷似しているのがわかります。で、これをどう判断するかですけども、特にこの部分ですね、同じように表現してあるということです。まあ、画家について言うならばですね、一人の画家の癖がですね、同じように現れているということになるのではないでしょうか。左はマンチェスターの聖母の足です。右は岩窟の聖母の中の天使の背中部です。つまりこの両者は私は同じと判断しました。上半分が丸っぽくて下がラインで構成されています。で、足を見るとですね、共に足が表現されていません。まあ、岩窟の聖母の方はですね、3本指の、まあ、魔女が表現されています。ともかくも左のマンチェスターの聖母には足が表現されていません。で、私はこの両者はラミアであると判断しました。つまりマンチェスターの聖母の中に描かれている聖母は下半身大蛇のラミアであると判断しました。もう一度確認のために皆さん自身の目でしっかりと見てください。
つまりこの岩窟の聖母の中に描かれている人物はですね、この姿勢ではバランスを保つことができず前に倒れてしまうはずです。そのバランスを保つにはですね、後ろにこのような大蛇のような体がないと無理だということになります。そしてマンチェスターの聖母です。岩窟の聖母です。右の聖母が岩窟の聖母がですね、ラミアですから、同じように考えて左の聖母も私林博士はラミアであると判断しました。で、その証拠は最初に示しましたようにいろいろな部分に現れています。つまり右はラミア、左もラミアということになりますが、右はダ・ヴィンチの作品です。左はミケランジェロの作品です。作家って言いますかね、画家が違うのにこのようにコンセプトが同じということは、これらの2枚の絵画はもう一人その上の誰かによって描かれたということになるのではないでしょうか。わかりやすく言えばですね、ミケランジェロもダ・ヴィンチも、つまりは1500年後のカイン・キリストの代理人でしかなかったということになるということです。改めて先ほどのダメ押しを繰り返します。マンチェスターの聖母です。その聖母の衣服はこれは普通ではありませんね。で、同時に2人の女性らしき人物が手紙のようなものを読んでいます。それを拡大してみました。で、この両者右上下を比べてみるとですね、大変よく似ているというよりもですね、同じであることがわかります。細いラインがいっぱいといいますか、無数に走っている点に注意してください。ひび割れの表現の仕方も同じです。で、この両者を比べてみるとですね、やはり下のこの二人の人物が読んでいるように見えるそのものはですね、つまりは手紙のようなものではなくて衣服、もしくは衣服そのものがですね、皮膚をまあ表現したものと考えるならばですね、二人の女性らしき人物は皮膚を調べているところということにもなるのかもしれません。ねえあなた、マドンナの皮膚ってツヤツヤしていて、それに分厚くて健康そうね、それにね、色も白いみたいね、とです。Bye for now.
Maria in Virgin of the Rocks, painted by Leonardo da Vinci, is Lamia, a child-eating monster. Wikipedia English writes about Lamia as follows. Lamia in ancient Greek mythology was a woman who became a child-eating monster after her children were destroyed by Hera. Hera also afflicted Lamia with sleeplessness so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability to remove her own eyes. Lamia was also used as a bogey word to frighten and discipline children. Maria in the painting of Virgin of the Rocks is Lamia with a serpent-like body below the waist, and Lamia is an anagram of Maria or vice versa. As you see here now, please notice that Maria has a monster-like lower half body. It is a kind of a tricky art. That is to say that she is half human and half serpent. But the question is this. Why did Leonardo da Vinci paint such a painting? Though she looks very beautiful and elegant, she is a monster in this painting, as a matter of fact. But why? Why did Leonardo paint Maria as a monster? The answer seems to be very simple. Leonardo da Vinci was anti-Maria in the Renaissance, or he was anti-Roman Catholicism for some reason. By the way, please have a look at the angel sitting next to Maria. She is a male, as a matter of fact, but it is not a point in this video for today. She or he has three-fingered foot, which indicates that she is also a monster as well. You can recognize three fingers, but another one is a white leaf. It is also a kind of tricky art as well. In this way, Leonardo shows us that Lamia is a child-eating monster, and these two boys in this painting may be her food to eat. Lamia is or was eating human children. In this way, Leonardo, or Jesus, after 1500 years, let us know that these two people are Lamia in one, in which Leonardo teaches us, don't judge people from its appearance, or don't judge God from its appearance. I, Hiroshi Hayashi, understand that this is a message from Leonardo to us humans. Anyway, ladies and gentlemen, this is a guidance video to prove these facts. Please do come to my website early and stay late with me to know more about another version of human history. I mean that there are more what we don't know than what we know now. You are always welcome to make a new adventure with me. Thank you very much for watching. Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. 15 messages from Leonardo da Vinci, Virgin in a Rock Cave.
It's my great pleasure that I can show you 15 messages in this video clip from Leonardo da Vinci, the greatest artist of the world, as well as in the history. ダヴィンチからの15通のメッセージ。まあ、そのメッセージを紹介します。まず第一のメッセージです。これがルーブル版の岩窟の聖母です。で、この、まあ、絵でですね、最初に気になるのがこのマリアの右手です。と言いますか、右指ですね。このマリアの右指がですね、イエスの皮膚の下に潜り込んでいます。大変重要なところですから、注意深くご覧ください。縦線がですね、これがあの皮膚の境目です。その下にマリアの指が、まあ、滑り込んでますね。そして、その上にイエスの皮膚がかかっています。これは、まあ、衣服なのか、皮膚なのかということになるんですけども、まあ、どう見ても皮膚ですね。なぜダヴィンチはこんな絵を描いたかということですね。で、奇妙な皮膚について考えてみます。左がイエスです。で、このイエスの体を見てみます。で、全体にですね、まあ胸から下、薄い膜で覆われているのがわかります。この腹の上の部分ですね。この腹の上の部分で皮膚が白くめくり上がっているのがわかります。そして、左足のところでもめくり上がっています。で、これはよく見ますと、やはり皮膚がめくれ上がっているってことになりますね。足の方も、こう、皮膚がめくれ上がっているのがわかります。まあ、わかりやすく言えば、脱皮しているわけですね。で、まあ、脱皮ということで、爬虫類の脱皮と、まあ、同じように考えていいかどうかわかりませんけども、爬虫類は脱皮します。そして、めくれた皮膚は、まあ、今のイエスの皮膚のように白くなっています。まあ、奇妙な位置と言いますか。逆に言いますと、ダヴィンチは、イエスをこのような形で表現したということになるわけです。もう一度見てください。上が爬虫類、下がイエスの、まあ、皮膚ですね。足の皮膚です。このように、まあ、皮膚がめくれているということです。さらに、まあ、爬虫類とですね、爬虫類の脱皮とイエスの体の皮膚と比較しています。大変よく似ていると言いますか、めくれた ところでですね、白くなっているのがわかります。なあち、ダヴィンチは明らかにイエスの体をですね、レプタリアンとして表現しているということになります。次に、まあ、この3本指の、まあ、ガブリエルの足です。ここに、ルーブル版の方ではですね、足が描かれています。で、この足をですね、当初私は4本、あるいは5本と見たわけですけども、向かって一番右の白い指はですね、これは指ではなくて、周りの、まあ、落ち葉といいますか、石と同じ色であることがわかります。なあち、一番右の、まあ、白いのはですね、他の、まあ、3本の指とは、色も形も違うということですね。となると、この白いのは、どうも指ではないということになります。なあち、騙し絵、あるいは隠し絵ということになります。まあ、ダヴィンチはですね、こういう形で3本指のガブリエルを描いたというふうに考えられるわけですね。まあ、この白いのを指と入れるか、さらにもう少しなんとなく左、向かって右の方に指があるような感じがします。3本指というのはリリトということになるわけです。魔女の中の魔女ということになりますね。で、ダヴィンチがですよ、あくまでもダヴィンチが表現したガブリエルは3本指の、まあ、女性といいますか。まあ、本当は男性なんですけどもね、男性だということになるわけです。まあ、次のメッセージを、まあ、見てみます。今度はマドンナです。このマドンナがですね、イエスの、まあ、指の、皮膚の下に自分の指を入れています。もう一度確認してください。で、こうしてマドンナの人差し指がですね、イエスの皮膚の下に潜り込んでいます。と同時に、この指がですね、どうもおかしいんですね。親指の長さと人差し指の長さを比較してみてください。異様に長いと言いますか、普通でない長さであることがわかります。で、同じようなようですね、ダヴィンチは、まあ、もう一枚描いてますね、アンドレア・デル、今出てきますが、ベロッキョの、まあ、これはあの、ダヴィンチが、まあ、最後に完成させたと言われています。右にいるのがヨハネですけども、ヨハネのこの、まあ、左手もですね、異様に、まあ、てか指が異様に長いんですね。で、まあ、細いと言いますか、痩せてるからこのように見えるかなと思うんですけども、やはりこう、なってますか、指の長さを比較してみますと、まあ、皆さんご覧になっている通りに、
まあ、日本人の手とは違うのかなと思っては見るんですけどね。右の方はこれ女性の手ですね。まあ、日本、もうアジア人の女性の手ですけども、まあ、それ、直接比較することはできませんけども、やはり私たちが持ってる、まあ、通常の感覚ではちょっと理解できないほど、ヨハネの指は長い。同時に、マドンナの指も長いということになります。その長い人差し指が皮膚の下に潜り込んでいるということになりますね。で、なぜこういった、まあ、絵をですね、ダヴィンチが描いたかということなんですね。言い換えますと、ダヴィンチは、まあ、ここに書かれている人が人間でないということを表現したかったのではないかと思います。次のメッセージに移ります。今度はマドンナですけども、このマドンナも、実に、まあ、謎めいているわけです。で、これ全体を見ますとですね、この、まあ、ここに中心にマドンナがいるわけですけども、この後ろの岩とですね、マドンナの体が同じ色、同じコンセプトで描かれているということなんですね。で、色温度をいろいろ描いてみたんですけども、まあ、どのように描いても同じ色として同じように表現されているということなんです。で、この、まあ、色温度ということは、まあ、同じような、まあ、絵の具を使ったということですね。わかりやすく言えば。そして、つないでみますと、このマドンナの体が大蛇になっているということ、風にも理解できるということなんです。で、まあ、胸に抱かれているのは、これ、蛇の、まあ、なってますか、蛇を模したものであるというふうにも考えられますよ。私はそのように考えています。で、まあ、いろいろと色温度といいますかね、色を描いてみましたが、着色はしてませんよ。全体の色温度を描いてみましたが、やっぱり、後ろの岩とマドンナの体が、まあ、同調しているということになります。となると、このマドンナは、まあ、隠し絵手法で、まあ、下半身がですね、上半身は人間では、ですけども、下半身は大蛇として描かれているということになります。まあ、岩が、ね、連続性を持って、マドンナの体と繋がっているということですね。そして、色も同じだということなんです。で、これはじゃあ誰かということなんですけども、まあ、上半身が人間で、下半身が大蛇ということになりますと、ギリシャ神話でいうラミアになるわけですね。いわゆるリリート、あるいはマリですね。ヘブライ語でマリ、ラテン名でマリアとなるわけです。まあ、これラミアについての説明ですけども、まあ、この、英語版のウィキビデオの方では、はっきりとラミアイコールマリと書いていますね。そしてそのマリというのはラテン名でマリアと。まあそういう風になっています。そのマリアが、まあ、ヘリオ、ギリシャ神話でいうヘリオスと組んで、まあ、まあ、キリスト教を立ち上げる。だというのを私は判断しています。で、このマリアは魔女教のマリでですね、洞窟に住んでいるということなんですね。で、アンポトの、洞窟に住んでいると。まあ、アンポトの洞窟については、少し前、検査し、まあ、てか、ビデオを作りましたので、興味のある方はそちらを見てください。要するに上半身が人間で、下半身が大蛇である。ラミア、すなわちマリ、すなわちマリアということになるわけですね。それは、まあ、ダヴィンチの解釈ですよ。これがアンポトの山です。スペインの北部にあります。で、このもう一、見ていただきたいんですけども、この、まあ、マリ、そばにですね、まあ、マドンナのそばに、まあ、これは洗礼を受けるイエスですけども、まあ、この絵とですね、この蛇の、私先ほど蛇って言いましたけども、まあ、そちらの意味もこう、ちょっと奇妙な絵が描かれてるんですけども、これは蛇を模したものであると。同時に、右の洞窟の聖母、岩窟の聖母の膝、まあ、膝のところにいるのは蛇というふうにも考えられるということですね。これも隠し絵の一つです。まあ、次のメッセージに移ります。水の中の世界。ここの線のところでですね、絵がですね、微妙に色が違うってことに皆さん、ちょっと注意してください。これは着色してません。オリジナルの絵です。この線のところ、上の方がはっきりしてまして、この線から下がなんとなくこうなってますが、ぼんやりと言いますか、色、風合いが違うことに注意してください。私はこの線から下が水の中を表したものでないかと思います。今このブルーの方は私が着色してみました。わかりやすくするため。で、これが元の原画です。で、まあ、この線から下がですね、まあ、水の中であると。そして、その右のガブリエルも、この後ろの岩とシンクロナイズと言いますが、同調しています。線がずっと繋がっているということですね。
で、今、水の色を消していますが、そしてその後ろの岩の色を皆さんまた比べてみてください。まあ、同じように体、下半身がですね、まあ、大蛇ということになるわけです。で、今度はガブリエルの謎です。まあ、右にいるのはガブリエルということになっていますけども、このガブリエル、まあ、男性ですね。私、それを証明しましたが、この人は女性に見えるかもしれませんけども、男性です。美しさに騙されてはいけません。このガブリエルの姿勢では自分の体を支えることはできません。左手で、まあ、軽く支えているように見えますけども、ヨハネの体の背中にですね、軽く触っている程度ですね。これでは人間は体を支えることはできません。すなわち、下半身がこのような形でないと、まあ、重心がね、取れないと言いますか、階に、前にパタンと倒れてしまうということですね。で、先ほど、その、体が後ろへぐにゃーっと曲がって、それを、まあ、ダヴィンチは、岩と、まあ、岩として表現したということになります。で、今度はロンドン版の方で見てみたいと思います。岩窟の、聖母、ロンドン版です。こちらの方が後に書かれたと言われています。で、先ほどのイエスを、まあ、比較してみます。右がロンドン版で、左がルーブル版です。ルーブル版の方では明らかに皮膚がめくれているように表現されていますけれども、ロンドン版の方では衣服のように表現されています。薄い衣服ですね。この薄い衣服で、まあ、剥がれた皮膚を表現するというのは、ラファエルもあちこちで使っている手法です。まあ、このように、まあ、ダヴィンチは訂正したというふうに考えられるわけですね。で、ガブリエルはレプタリアンです。まあ、爬虫類型の人間、混合種ですね。あくまでもダヴィンチの解釈によればということですよ。で、これはガブリエルですけども、この人は男性ですね。まあ、そのことは今日は、私の少し前のビデオまたご覧になってください。で、これはミケランジェロが描いたシスティーナ天井画の天井画です。この中に同じ顔の人が出てきます。で、ミケランジェロはですね、まあ、女とも男ともわからない絵をって言いますか、みんな正反対の顔、てか、中学の絵を描いてますね。ほとんど例外ありません。で、こうして比べてみますと、まあ、この、ミケランジェロが描いた右の、まあ、絵はですね、顔はですね、左のガブリエルを模したものだということがわかります。まあ、目の開き具合が違いますから、違って見えますけども、右の人はこれ男性なんですね。この前後に何枚か同じ絵が描いてありますけども、みんな男です。ついているものはついています。そして、この、まあ、この人の背中を見ますと、見てくださるとわかりますように、ヒレがついています。レプタリアン特有の、まあ、ヒレですね。レプタリアン型人間の特有のヒレがついています。いわゆるまあ、爬虫類のヒレがついているということなんですね。ということで、まあ、ミケランジェロは、この人がですね、左の人がガブリエルが男性であり、レプタリアンであることを表現しています。また、ミケランジェロの描いたね、絵の方では、まあ、こういうふうに皮膚が二重になっていることはわかります。ぼんやりとしているのは皮膚が二重になっているというところですね。私は、当初これ、絵の具の、まあ、塗りムラかなと思ったんですけどもね、そうではなくて、明らかにミケランジェロ左の上を見ていただくとわかりますように、線で描いています。なあち、皮膚だということですね。まあ、先ほど言いましたように、ラファエロも同じ手法で、まあ、レプタリアンの、まあ、マリア、そしてイエスを表現しています。で、こうして比べてみると、やはりこうなってますか、右の人はレプタリアンということになるわけですね。これミケランジェロの描いた絵です。そしてもう一度、先ほどのルーブル版の、まあ、イエスと比べていただくとわかりますように、正確にと言いますかね、腰から下と言いますか、胸から下は、イエスの体は二重線になっています。で、その、めくれた後の、お腹から上は、線が、輪郭がくっきりとしています。まあ、このように、まあ、正確に表現しているということですね。となると、やっぱりこれは、皮膚がめくれているということになるわけです。まあ、はっきり言えば、脱皮しているということになるわけですね。で、次のメッセージを見ています。今度はイエスの右手に注意してください。私これですね、精細な、まあ、写真が手に入らなかった時にはですね、関節が3本あるというふうに言いましたけども、今回、まあ、精査してみてですね、それは間違っていました。それをここで訂正しながら、と同時にですね、この指を、まあ、イエスの手を見ていただきたいんですけども、極めて精緻に書いてあるということなんですね。それで実際の子供の手と比べてみますと、なんて言いますか、この関節のところの2本線。右は写真ですよ。左はダヴィンチの解体ですけども、まあ、極めて正確に表現してあるということですね。まさにこれは驚くべきこと、イコール、まあ、これは写真技術を使って描いたということが、まあ、こういうところからも証明できるわけです。
まあ、合成写真ですね、はっきり言えば。では、次のメッセージを見てみます。これは奇妙な体ということで、というメッセージですね。このマドンナの体ですね。で、このところにですね、奇妙なものが書かれてるんですね。で、大きくして、色を、まあ、明るくしてみますと、こうした形が浮かんできます。輪のような、なんて言いますかね、リングのようなものがあって、下に髪の毛のようなものがぶら下がっています。私これヘアピースかなと思ったんですけども、影とも取れるわけですね。やはり、隠し絵手法だと思います。まあ、これは何かということなんですね。が、ここの部分だけ見てるとわかりませんが、もう少しこう、視点を下げて、見てみますと、これが何であるかが、まあ、おぼろげながらと言いますか、変わってくるわけですね。まあ、これは今言いました、ロンドン版です。で、これはですね、もう一度見てみますと、このマドンナの下半身がね、どうもおかしいんですね。というのは、その、まあ、足が2本あるはずなんですけども、全体に1本のようになっています。真ん中に薄くこう線がありますから、まあ、足が2本あるかなと思うんですけど、それは後ろの方に、左後ろの方にぐにゃーっと曲がってる感じがしますね。そしてその曲がったところに先ほど言いました奇妙な形のものは、ちょうどイエスの手の上あたりに映り込んでるわけです。これは足というよりも何かしらこうね、鱗のような感じがしないでもありません。で、もう一度ロンドン版を見てみますが、右がルーブル版です。ルーブル版の方は、これは明らかに下半身が大蛇であることを、まあ、表現しています。それがロンドン版の方、左の方は、それがやや分かりにくくなってますけども、やはりそう同じように考えれば、この左のロンドン版の方もラミアということになるのではないでしょうか。次のメッセージを見てみます。で、今度は水の中にいる、まあ、ドラゴン。ですよね。ここに、まあ、これはロンドン版の方ですけども、岩が描き込んでありますけども、これを明るくしますと、ドラゴンのように見えるんですね。こうした隠し絵っていうのは、まあ、ダヴィンチが得意だったと言いますか、この後にそのビデオをつなげておきますから、また見てください。隠し絵だらけの絵を皆さんに紹介します。まあ、これドラゴンじゃないのかな。まあ、これちょっとは確信持てませんが、まあ、そういうふうに考えられるということですね。で、今度は二人のマリアの話です。中央にいるのがマドンナということになります。聖母マリアですね。そして左のがイエスということになるわけですけども、このマドンナ。まあ、イエスが幼子ですから、まあ、イエスがまだ子供の頃のマドンナということになります。そして、皆さんご存知のですね、最後の晩餐に出てくる女性がいますね。これはもう、マグダラのマリアということで、もう、定説化しています。イエスの向かって左側にいるのがマグダラのマリアです。で、この二人をですね、比べてみますと、全く同じであることがわかります。で、右がマドンナ、左がマグダラのマリアということになるんですけども、まあ、このイエスのこの年齢になります。これはもしマリアだとするならば、マリアは50歳を超えてるはずですからね。こんな若々しくはな、ではないはずです。そして比較してみますと、ここのまあ、ブローチと言いますかね。では、それから、目の感じ。それから、目ですね。特に。それから、体の傾きも揃えてみますと、全く同じですね。首の傾き方ですね。そして、この赤いライン。そして、縮れ毛ですね。縮れ毛。そして、同じコンセプト。だから、左の方は手で覆ってますが、この二人は同じだと。そして、両方ともマリンブルーの服を着ています。左は、マグダラのマリア。右は、マドンナということになります。なあち、こういう形で、ダヴィンチはですね、マグダラのマリアイコールマドンナであることを私たちにメッセージとして残しました。そしてもう一度悪魔の足ってものをちょっと取り上げてみたいと思います。先ほどここに言いましたようにガブリエルの右足がここに描かれています。まあ、ちょっと見にくいんですけども、まあ、明るくしてみますとその足が浮かび上がってきます。まあ、これも一つの隠し絵ですね。そして一番最初、前に言いましたように、一番向かって右の白いのが、これは指なのか、ではないのかですけど、色がちょっと違いますね。それを勘案しますと、やはり三本指だということになるわけです。三本指のガブリエルということになるわけですね。このガブリエルは男であることを、まあ、少し前のビデオで証明いたしました。女性ではないんですよ、皆さん。そしてこの三本指と言いますと、リリとの、まあ、指と一致するわけです。まさに魔女中の魔女ということになるわけですね。で、これは、はい。まあ、そういうことです。そして、この三本指の、まあ、リリと、すなわち、まあ、先ほど紹介しましたように、マリですね。そして、ヘブライ語でマリ。それからラテン名がマリアとなって、ユダヤ国史の中にも描かれています。ユダヤ国史の中のマリ
右のマリアと左のガブリエルはですね、二人、1たす1は1で、一人の、まあ、リリトを表現していると私は判断しました。ここにですね、フクロウの、まあ、フクロウというのは、まあ、魔女の代名詞ですけども、フクロウの足、置物の足のところにですね、マリアの足がちょろんと出ているのがわかります。こういう形で、ダヴィンチはマリアが魔女であることを示しました。三本指の足ですね。まあ、これも、まあ、隠し絵手法で、ダヴィンチはマリアが、まあ、マドンナが、主体告知の時のね、マドンナが魔女であることを示しました。と同時にですね、このマリアが座っている椅子というか、どうもおかしいんですね。三本あるかのように見えます。もちろん後ろの方は椅子ということになるわけですけどもね。で、同じようなようですね、ミケランジェロが書いています。これは、もう一回戻りますけども、システィーナ礼拝堂の天井画です。で、ここにですね、まあ同じような女性が描かれています。まあ中部からご覧くださいね。で、ここにも、まあ、三本足の女性が描く、女性じゃないんですけど、これ男性ですよ。まあ、本当にね、もう男と女がね、混乱しますが、この人がそうなんですね。で、この人はですね、まあ、三通りの考え方ができるんですね。右二本と、で一組。あるいは左二本で一組。あるいは、右と左の足首で一組。まあ、ここで二組の方、コンビネーションを紹介しますけども、この左、一番かって左の足がですね、骨が剥き出しになって、中の骨髄液が外に出ています。骨髄の様子も正確にミケランジェロは表現しています。茶色ですね。そして、まあ、まあ、残酷な絵ですよ、これね。こういう形で、まあ、三本足を、の、まあ、まあ、人を描いたわけです。まあ、これら両方がですね、同じ人だということは、衣服の、色を見ていただくとわかります。で、こうして、まあ、ミケランジェロはダヴィンチの絵を茶化したということになるわけですね。これは森本さんが発見してくださって、私に教えてくださったんですけども、後ろに一人の男がいますね。この人は一見すると若い男に見えますけども、これも騙し絵なんですね。見方を変えますと、もう一人の、まあ、悪魔のような人が後ろに描かれています。まあ、こうした隠し絵は、システィーナの天井画のあちこちに描かれています。それについてのビデオを作りましたから、またご覧になってください。で、この赤い、右のですね、赤い服を着た人、これは男性なのか女性なのかということなんですけども、まあ、その前にちょっと衣服を比べてみていただきたいんですけども、襟のところですね。同じような色です。まあ、色が合わせているということも考えられるわけですけども、衣服の色は同じですね。そしてベルトがあって、その下のですね、スカート、まあ、マドンナの色の、いわゆる、まあ、ベルトです。ベルトとですね、そして右の人の腕の色が一緒ですね。で、右の人は一見女性に見えますけども、たくましい腕。を見ますと、これはどうも女性ではないということな、胸も小さいですね。まあ、これを二人は同じ人物であるというふうに私は考えています。なあち、ミケランジェロはこのようにして、マドンナは男であるということを茶化したわけです。まあ、一見この女性の顔に見えますが、この顔に騙されてはいけませんよ、皆さん。例えばこの人は一見すると女性に見えますが、ついているものがちゃんとついているんですね。これがミケランジェロの絵の特徴なんですね。特にシスティーナの礼拝堂における絵はですね、このように男と女が全部逆転しています。女の人かなと思うんですけども、体は男性です。やはりついているものがついています。で、次の人もそうなんですね。この前後に書いてある絵なんですよ。この人も女性かな、優しい顔かなと思うんですけども、やはりついてるものがついてる。すなわち、右の人は、これは男性であると判断します。次の、まあ、結論ということになりますけども、まあ、結論は冒頭に挙げました、まあ、絵が、まあ、最初で、まあ、すべてを物語っていますね。上が、まあ、爬虫類です。下が、それを模したイエスの体です。体の皮がめくれているのがわかります。まあ、このように形でですね、あくまでもダヴィンチがですよ。私じゃありませんよ。ダヴィンチは、イエスは、レプタリアンであることを、まあ、こういう形で表現したわけです。で、これもそうですね。上の方が、爬虫類で脱皮しているところです。下が、イエスの体の皮膚の様子です。まあ、このように考えてますと、イエスがどのような イエスじゃなくて、ダヴィンチがですね、イエスに対してどのような考え方を持っていたかが理解できます。ということで、今日は、ダヴィンチからの15のメッセージについて話しました。どうも最後までご覧くださいましてありがとうございました。Thank you very much and bye for now.
Hello, this is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan. 15 messages from Leonardo da Vinci, version in a rock cave. It's my great pleasure that I can show you 15 messages in this video clip from Leonardo da Vinci, the greatest artist of the world, as well as in the history. ダヴィンチからの15通のメッセージ。まあ、そのメッセージを紹介します。まず第一のメッセージです。これがルーブル版の岩窟の聖母です。で、この、まあ、絵でですね、最初に気になるのがこのマリアの右手です。と言いますか、右指ですね。このマリアの右指がですね、イエスの皮膚の下に潜り込んでいます。大変重要なところですから、注意深くご覧ください。縦線がですね、これがあの皮膚の境目です。その下にマリアの指が、まあ、滑り込んでますね。そして、その上にイエスの皮膚がかかっています。これは、まあ、衣服なのか、皮膚なのかということになるんですけども、まあ、どう見ても皮膚ですね。なぜダヴィンチはこんな絵を描いたかということですね。で、奇妙な皮膚について考えてみます。左がイエスです。で、このイエスの体を見てみます。で、全体にですね、まあ胸から下、薄い膜で覆われているのがわかります。この腹の上の部分ですね。この腹の上の部分で皮膚が白くめくり上がっているのがわかります。そして、左足のところでもめくり上がっています。で、これはよく見ますと、やはり皮膚がめくれ上がっているってことになりますね。足の方も、こう、皮膚がめくれ上がっているのがわかります。まあ、わかりやすく言えば、脱皮しているわけですね。で、まあ、脱皮ということで、爬虫類の脱皮と、まあ、同じように考えていいかどうかわかりませんけども、爬虫類は脱皮します。そして、めくれた皮膚は、まあ、今のイエスの皮膚のように白くなっています。まあ、奇妙な位置と言いますか。逆に言いますと、ダヴィンチは、イエスをこのような形で表現したということになるわけです。もう一度見てください。上が爬虫類、下がイエスの、まあ、皮膚ですね。足の皮膚です。このように、まあ、皮膚がめくれているということです。さらに、まあ、爬虫類とですね、爬虫類の脱皮とイエスの体の皮膚と比較しています。大変よく似ていると言いますか、めくれた ところでですね、白くなっているのがわかります。なあち、ダヴィンチは明らかにイエスの体をですね、レプタリアンとして表現しているということになります。次に、まあ、この3本指の、まあ、ガブリエルの足です。ここに、ルーブル版の方ではですね、足が描かれています。で、この足をですね、当初私は4本、あるいは5本と見たわけですけども、向かって一番右の白い指はですね、これは指ではなくて、周りの、まあ、落ち葉といいますか、石と同じ色であることがわかります。なあち、一番右の、まあ、白いのはですね、他の、まあ、3本の指とは、色も形も違うということですね。となると、この白いのは、どうも指ではないということになります。なあち、騙し絵、あるいは隠し絵ということになります。まあ、ダヴィンチはですね、こういう形で3本指のガブリエルを描いたというふうに考えられるわけですね。まあ、この白いのを指と入れるか、さらにもう少しなんとなく左、向かって右の方に指があるような感じがします。3本指というのはリリトということになるわけです。魔女の中の魔女ということになりますね。で、ダヴィンチがですよ、あくまでもダヴィンチが表現したガブリエルは3本指の、まあ、女性と言いますか。まあ、本当は男性なんですけどもね。男性だということになるわけです。まあ、次のメッセージを、まあ、見てみます。今度は、マドンナです。このマドンナがですね、イエスの、まあ、指の、皮膚の下に自分の指を入れています。もう一度確認してください。で、こうして、マドンナの人差し指がですね、イエスの皮膚の下に潜り込んでいます。と同時に、この指がですね、どうもおかしいんですね。親指の長さと人差し指の長さを比較してみてください。異様に長いと言いますか、普通でない長さであることがわかります。で、同じようなようですね、ダヴィンチは、まあ、もう一枚書いてますね。アンドレア・デル、今出てきますが、ベロッキョの、まあ、これはあの、ダヴィンチが、まあ、最後に完成させたと言われています。右にいるのがヨハネですけども、ヨハネのこの、まあ、左手もですね、異様に、まあ、てか指が異様に長いんですね。
で、まあ、細いと言いますか、痩せてるからこのように見えるかなと思うんですけども、やはりこう、なってますか、指の長さを比較してみますと、まあ、皆さんご覧になっている通りに、まあ、日本人の手とは違うのかなと思っては見るんですけどね。右の方はこれ、女性の手ですね。まあ、日本、もうアジア人の女性の手ですけども、まあ、それ、直接比較することはできませんけども、やはり私たちが持っている、まあ、通常の感覚、ではちょっと理解できないほど、ヨハネの指は長い。同時に、マドンナの指も長いということになります。その長い人差し指が皮膚の下に潜り込んでいるということになりますね。で、なぜこういった、まあ、絵をですね、ダヴィンチが描いたかということなんですね。言い換えますと、ダヴィンチは、まあ、ここに書かれている人が人間でないということを表現したかったのではないかと思います。次のメッセージに移ります。今度はマドンナですけども、このマドンナも、実に、まあ、謎めいているわけです。で、これ全体を見ますとですね、この、まあ、ここに中心にマドンナがいるわけですけども、この後ろの岩とですね、マドンナの体が同じ色、同じコンセプトで描かれているということなんですね。で、色温度をいろいろ描いてみたんですけども、まあ、どのように描いても同じ色として同じように表現されているということなんです。で、この、まあ、色温度ということは、まあ、同じような、まあ、絵の具を使ったということですね。わかりやすければ。そして、繋いでみますと、このマドンナの体が大蛇になっているということ、風にも理解できるということなんです。で、まあ、胸に抱かれているのは、これ、蛇の、まあ、なってますか、蛇を模したものであるというふうにも考えられますし、私はそのように考えています。で、まあ、いろいろと色温度って言いますかね、色を描いてみましたが、着色はしてませんよ。全体の色温度を描いてみましたが、やっぱり、後ろの岩とマドンナの体が、まあ、同調しているということになります。となると、このマドンナは、まあ、隠し絵手法で、まあ、下半身がですね、上半身は人間では、ですけども、下半身は大蛇として描かれているということになります。まあ、岩が、ね、連続性を持って、マドンナの体と繋がっているということですね。そして、色も同じだということなんです。で、これはじゃあ誰かということなんですけども、まあ、上半身が人間で、下半身が大蛇ということになりますと、ギリシャ神話でいうラミアになるわけですね。いわゆるリリト、あるいはマリですね。ヘブライ語でマリ、ラテン名でマリアとなるわけです。まあ、これラミアについての説明ですけども、まあ、この英語版のウィキビデオの方では、はっきりとラミアイコールマリと書いていますね。そしてそのマリというのはラテン名でマリアと。まあそういう風になっています。そのマリアが、まあ、ギリシャ神話でいうヘリオスと組んで、まあ、まあ、キリスト教を立ち上げる。たというのを私は判断しています。で、このマリアは魔女教のマリでですね、洞窟に住んでいるということなんですね。で、アンポトの、洞窟に住んでいると。まあ、アンポトの洞窟については、少し前、検査し、まあ、てか、ビデオを作りましたので、興味のある方はそちらを見てください。要するに上半身が人間で、下半身が大蛇である。ラミア、すなわちマリ、すなわちマリアということになるわけですね。それは、まあ、ダヴィンチの解釈ですよ。これがアンボトの山です。スペインの北部にあります。で、このもう一度見ていただきたいんですけども、この、まあ、マリ、そばにですね、まあ、マドンナのそばに、まあ、これは洗礼を受けるイエスですけども、まあ、この絵とですね、この蛇の、私先ほど蛇って言いましたけども、まあそちらの意味もこう、ちょっと奇妙な絵が描かれてるんですけども、これは蛇を模したものであると。同時に、右の洞窟の聖母、岩窟の聖母の膝、まあ膝のところにいるのは蛇というふうにも考えられるということですね。これも隠し絵の一つです。まあ、次のメッセージに移ります。水の中の世界。ここの線のところでですね、絵がですね、微妙に色が違うってことに皆さん、ちょっと注意してください。これは着色してません。オリジナルの絵です。この線のところ、上の方がはっきりしてまして、この線から下がなんとなくこうなってますが、ぼんやりと言いますか、色、風合いが違うことに注意してください。私はこの線から下が水の中を表したものでないかと思います。今このブルーの方は私が着色してみました。わかりやすくするため。で、これが元の原画です。
で、まあ、この線から下がですね、まあ、海の、水の中であると。そして、その右のガブリエルも、この、後ろの岩とシンクロナイズといいますか、同調しています。線がずっと繋がっているってことですね。で、まあ、水の色を消していますが、そしてその後ろの岩の色を、皆さんまた比べてみてください。まあ、同じように体、下半身がですね、まあ、大蛇ということになるわけです。で、今度はガブリエルの謎です。まあ、右にいるのはガブリエルということになっていますけども、このガブリエル、まあ、男性ですね。私、それを証明しましたが、この人は女性に見えるかもしれませんけども、男性です。美しさに騙されてはいけません。このガブリエルの姿勢では自分の体を支えることはできません。左手で、まあ、軽く支えているように見えますけども、ヨハネの体の背中にですね、軽く触っている程度ですね。これでは人間は体を支えることはできません。すなわち、下半身がこのような形でないと、まあ、重心がね、取れないと言いますか、階に、前にパタンと倒れてしまうということですね。で、先ほど、その、体が後ろへぐにゃーっと曲がって、それを、まあ、ダヴィンチは、岩と、まあ、岩として表現したということになります。で、今度はロンドン版の方で見てみたいと思います。岩窟の、聖母、ロンドン版です。こちらの方が後に書かれたと言われています。で、先ほどのイエスを、まあ、比較しています。右がロンドン版で、左がルーブル版です。ルーブル版の方では明らかに皮膚がめくれているように表現されていますけれども、ロンドン版の方では衣服のように表現されています。薄い衣服ですね。この薄い衣服で、まあ、剥がれた皮膚を表現するというのは、ラファエルもあちこちで使っている手法です。まあ、このように、まあ、ダヴィンチは訂正したというふうに考えられるわけですね。で、ガブリエルはレプタリアンです。まあ、爬虫類型の人間、混合種ですね。あくまでもダヴィンチの解釈によればということですよ。で、これはガブリエルですけども、この人は男性ですね。まあ、そのことは今日は、私の少し前のビデオまたご覧になってください。で、これはミケランジェロが描いたシスティーナ天井画の天井画です。この中に同じ顔の人が出てきます。で、ミケランジェロはですね、まあ、女とも男ともわからない絵をって言いますか、みんな正反対の顔、ってか、中学な絵を描いてますね。ほとんど恋愛ありません。で、こうして比べてみますと、まあ、このミケランジェロが描いた右の、まあ、絵はですね、顔はですね、左のガブリエルを模したものだということがわかります。まあ、目の開き具合が違いますから、違って見えますけども、右の人はこれ男性なんですね。この前後に何枚か同じ絵が描いてありますけども、みんな男です。ついているものはついています。そして、この、まあ、この人の背中を見ますと、見てくださるとわかりますように、ヒレがついています。レプタリアン特有の、まあ、ヒレですね。レプタリアン型人間の特有のヒレがついています。いわゆるまあ、爬虫類のヒレがついているということなんですね。ということで、まあ、ミケランジェロは、この人がですね、左の人が、ガブリエルが男性であり、レプタリアンであることを表現しています。また、ミケランジェロの描いたね、絵の方では、まあ、こういうふうに皮膚が二重になっていることはわかります。ぼんやりとしているのは皮膚が二重になっているというところですね。私は、当初これ、絵の具の、まあ、塗りムラかなと思ったんですけどもね、そうではなくて、明らかにミケランジェロ左の上を見ていただくとわかりますように、線で描いています。なあち、皮膚だということですね。まあ、先ほど言いましたように、ラファエロも同じ手法で、まあ、レプタリアンの、まあ、マリア、そしてイエスを表現しています。で、こうして比べてみると、やはりこうなってますか、右の人はレプタリアンということになるわけですね。これミケランジェロの描いた絵です。そしてもう一度、先ほどのルーブル版の、まあ、イエスと比べていただくとわかりますように、正確にと言いますかね、腰から下と言いますか、胸から下は、イエスの体は二重線になっています。で、その、めくれた後の、お腹から上は、線が、輪郭がくっきりとしています。まあ、このように、まあ、正確に表現しているということですね。となると、やっぱりこれは、皮膚がめくれているということになるわけです。まあ、はっきり言えば、脱皮しているということになるわけですね。で、次のメッセージを見ています。今度はイエスの右手に注意してください。私これですね、精細な、まあ、写真が手に入らなかった時にはですね、関節が3本あるというふうに言いましたけども、今回、まあ、精査してみてですね、それは間違っていました。それをここで訂正しながら、と同時にですね、この指を、まあ、イエスの手を見ていただきたいんですけども、極めて精緻に書いてあるということなんですね。それで実際の子供の手と比べてみますと、なんて言いますか、
この関節のところの日本線、右は写真ですよ。左はダヴィンチの解体ですけども、まあ、極めて正確に表現してあるということですね。まさにこれは驚くべきこと、イコール、まあ、これは写真技術を使って描いたということが、まあ、こういうところからも証明できるわけです。まあ、合成写真ですね、はっきり言えば。では次のメッセージを見てみます。これは奇妙な体ということで、というメッセージですね。このマドンナの体ですね。で、このところにですね、奇妙なものが書かれてるんですね。で、大きくして色をまあ明るくしてみますと、こうした形が浮かんできます。輪のような、なんて言いますかね、リングのようなものがあって、下に髪の毛のようなものがぶら下がっています。私これヘアピースかなと思ったんですけども、影とも取れるわけですね。やはり隠し手法だと思います。まあこれは何かということなんですね。が、ここの部分だけ見てるとわかりませんが、もう少しこう、視点を下げて見てみますと、これが何であるかが、まあおぼろげながらと言いますか、変わってくるわけですね。まあこれは今言いましたロンドン版です。で、これはですね、もう一度見てみますと、このマドンナの下半身がね、どうもおかしいんですね。というのはその、まあ、足が2本あるはずなんですけども、全体に1本のようになっています。真ん中に薄くこう線がありますから、まあ、足が2本あるかなと思うんですけど、それは後ろの方へ、左後ろの方にぐにゃーっと曲がってる感じがしますね。そしてその曲がったところに先ほど言いました、奇妙な形のものは、ちょうどイエスの手の上あたりに映り込んでるわけです。これは足というよりも何かしらのこうね、鱗のような感じがしないでもありません。で、もう一度ロンドン版を見てみますが、右がルーブル版です。ルーブル版の方は、これは明らかに下半身が大蛇であることを、まあ、表現しています。それがロンドン版の方、左の方は、それがやや分かりにくくなってますけども、やはりそう同じように考えれば、この左のロンドン版の方もラミアということになるのではないでしょうか。次のメッセージを見てみます。で、今度は水の中にいる、まあ、ドラゴン。ですよね。ここに、まあ、これはロンドン版の方ですけども、岩が描き込んでありますけども、これを明るくしますと、ドラゴンのように見えるんですね。こうした隠し絵っていうのは、まあ、ダヴィンチが得意だったと言いますか、この後にそのビデオをつなげておきますから、また見てください。隠し絵だらけの絵を皆さんに紹介します。まあ、これドラゴンじゃないのかな。まあ、これちょっとは確信持てませんが、まあ、そういうふうに考えられるということですね。で、今度は二人のマリアの話です。中央にいるのがマドンナということになります。聖母マリアですね。そして左のがイエスということになるわけですけども、このマドンナ。まあイエスが幼子ですから、まあイエスがまだ子供の頃のマドンナということになります。そして皆さんご存知のですね、最後の晩餐に出てくる女性がいますね。これはもうマグダラのマリアということでもう定説化しています。イエスの向かって左側にいるのがマグダラのマリアです。で、この二人をですね、比べてみますと、全く同じであることがわかります。で、右がマドンナ、左がマグダラのマリアということになるんですけども、まあ、このイエスのこの年齢になります。これはもしマリアだとするならば、マリアは50歳を超えてるはずですからね。こんな若々しくはな、ではないはずです。そして比較してみますと、ここのまあ、ブローチと言いますかね。では、それから、目の感じ。それから、目ですね。特に。それから、体の傾きも揃えてみますと、全く同じですね。首の傾き方ですね。そして、この赤いライン。そして、縮れ毛ですね。縮れ毛。そして、同じコンセプト。ただ、左の方は手で覆ってますが、この二人は同じだと。そして、両方ともマリンブルーの服を着ています。左は、マグダラのマリア。右は、マドンナということになります。なあち、こういう形で、ダヴィンチはですね、マグダラのマリアイコールマドンナであることを私たちにメッセージとして残しました。そしてもう一度悪魔の足ってものをちょっと取り上げてみたいと思います。先ほどここに言いましたようにガブリエルの右足がここに描かれています。まあ、ちょっと見にくいんですけども、まあ、明るくしてみますとその足が浮かび上がってきます。まあこれも一つの隠し絵ですね。そして一番最初前に言いましたように、一番向かって右の白いのがこれは指なのか、ではないのかですけど、色がちょっと違いますね。それを勘案しますと、やはり三本指だということになるわけです。三本指のガブリエルということになるわけですね。このガブリエルは男であることを、まあ少し前のビデオで証明いたしました。女性ではないんですよ、皆さん。そしてこの三本指と言いますと、リリとの、まあ指と一致するわけです。まさに魔女中の魔女ということになるわけですね。で、これははい。まあ、そういうことです。そして、この三本指の、まあ、リリと、すなわち、まあ、先ほど紹介しましたように、
マリですね。そしてヘブライ語でマリ。それからラテン名がマリアとなって、ユダヤ国史の中にも描かれています。ユダヤ国史の中のマリ、右のマリアと左のガブリエルはですね、1+1=1で一人の、まあ、リリトを表現していると私は判断しました。ここにですね、フクロウの、まあ、フクロウというのは、まあ、魔女の代名詞ですけども、フクロウの足、置物の足のところにですね、マリアの足がちょろんと出ているのがわかります。こういう形でダヴィンチはマリアが魔女であることを示しました。三本指の足ですね。まあこれも、まあ隠し絵手法で、ダヴィンチはマリアが、まあマドンナが、ユダヤ国史の時のね、まあマドンナが魔女であることを示しました。と同時にですね、このマリアが座っている椅子というか、どうもおかしいんですね。三本あるかのように見えます。もちろん後ろの方は椅子ということになるわけですけどもね。で、同じようなようですね、ミケランジェロが書いています。これは、もう一回戻りますけども、システィーナ礼拝堂の天井画です。で、ここにですね、まあ同じような女性が描かれています。まあ注意深くご覧くださいね。で、ここにも、まあ、三本足の女性が女性じゃないんですけど、これ男性ですよ。まあ、本当にね、もう男と女がね、混乱しますが、この人がそうなんですね。で、この人はですね、まあ、三通りの考え方ができるんですね。右二本と、で一組。あるいは左二本で一組。あるいは、右と左の足首で一組。まあ、ここで二組の方、コンビネーションを紹介しますけども、この左、一番かって左の足がですね、骨が剥き出しになって、中の骨髄液が外に出ています。骨髄の様子も正確にミケランジェロは表現しています。茶色ですね。そして、まあ、残酷な絵ですよ、これね。こういう形で、まあ、三本足を、の、まあ、人を描いたわけです。まあ、これら両方がですね、同じ人だということは、衣服の、色を見ていただくとわかります。で、こうして、まあ、ミケランジェロはダヴィンチの絵を茶化したということになるわけですね。これは森本さんが発見してくださって、私に教えてくださったんですけども、後ろに一人の男がいますね。この人は一見すると若い男に見えますけども、これも騙し絵なんですね。見方を変えますと、もう一人の、まあ、悪魔のような人が後ろに描かれています。まあ、こうした隠し絵は、システィーナの天井画のあちこちに描かれています。それについてのビデオを作りましたから、またご覧になってください。で、この赤い、右のですね、赤い服を着た人、これは男性なのか女性なのかということなんですけども、まあ、その前にちょっと衣服を比べてみていただきたいんですけども、襟のところですね。同じような色です。まあ、色が合わせているということも考えられるわけですけども、衣服の色は同じですね。そしてベルトがあって、その下のですね、スカート、まあ、マドンナの色の、いわゆる、まあ、ベルトです。ベルトとですね、そして右の人の腕の色が一緒ですね。で、右の人は一見女性に見えますけども、たくましい腕。を見ますと、これはどうも女性ではないということなの。胸も小さいですね。まあ、これを二人は同じ人物であるというふうに私は考えています。なあち、ミケランジェロはこのようにして、マドンナは男であるということを茶化したわけです。まあ、一見この女性の顔に見えますが、この顔に騙されてはいけませんよ、皆さん。例えばこの人は一見すると女性に見えますが、ついているものがちゃんとついているんですね。これがミケランジェロの絵の特徴なんですね。特にシスティーナの礼拝堂における絵はですね、このように男と女が全部逆転しています。女の人かなと思うんですけども、体は男性です。やはりついているものがついています。で、次の人もそうなんですね。この前後に書いてある絵なんですよ。この人も女性かな、優しい顔かなと思うんですけども、やはりついているものがついている。すなわち、右の人は、これは男性であると判断します。次の、まあ、結論ということになりますけども、まあ、結論は冒頭に挙げました、まあ、絵が、まあ、最初で、まあ、すべてを物語っていますね。上が、まあ、爬虫類です。下が、それを模したイエスの体です。体の皮がめくれているのがわかります。まあ、このように形でですね、あくまでもダヴィンチがですよ。私じゃありませんよ。ダヴィンチは、イエスは、レプタリアンであることを、まあ、こういう形で表現したわけです。で、これもそうですね。上の方が、爬虫類で脱皮しているところです。下が、イエスの体の皮膚の様子です。まあ、このように考えてますと、イエスがどのような イエスじゃなくて、ダヴィンチがですね、イエスに対してどのような考え方を持っていたかが理解できます。ということで、今日は、ダヴィンチからの15のメッセージについて話しました。どうも最後までご覧くださいましてありがとうございました。Thank you very much and bye for now.